雨の中、足元を浮かんでおるところでございますけれども、本当にたくさんの皆さん、ご参集いただきまして、ありがとうございます。この公開講演会は、21世紀COEプログラムの授業の一環として行われております。主催は、プログラムの下に書いてありますように、同志社大学の神教学際研究センター、英語の頭文字を取りまして通称 CISMO というふうに呼んでおります。この21世紀 COE プログラムのタイトルは一神教の学際的研究、副題が文明の共存と安全保障の視点からというプログラムでございます。このような公開講演会だとか、あるいは国際シンポジウム、国際ワークショップ、今までに開かせていただきまして、ここにおいでの多くの皆さんも参集いただきました。今回プログラムの後ろに次回の公開シンポジウム、11月13日土曜日でございますが、現代アメリカのユダヤ教、キリスト教、イスラムが直面する諸問題という形で、アメリカ合衆国から8名の宗教指導者を招いてシンポジウム研究会を行う予定になっております。で、一神教学際研究センターではこのような公開講演会、公開シンポジウム以外に2つの部門研究を持っておりまして、2ヶ月に1度ぐらいのペースで着実に研究を進めております。その部門研究の名称は、部門研究の1が一神教の再興を再び考えるんですね。で、部門研究の2はアメリカのグローバル戦略についてでございます。で、学際的研究で、いわゆる一神教と一神教世界を学んでいこう、研究していこうというもので、特にこの一神教の再興、部門研究1につきましては、中東生まれの3つの一神教について、これは、欧米ではアブラハムの宗教と呼ばれる場合が多いですけれども、その内側から、一神教について詳細な検討を加えております。で、一神教、3つの一神教の共通性はどこにあるのか、あるいは相違点はどこにあるのか、いわゆる日本で今盛んに議論されているような、この一神教と多神教というようなですね、単純な対比の仕方でいいのか、一神教の中にある多神教性、多神教の中にある一神教性についての検討なども行っております。で、 9.11 以降、日本においては、特に一神教批判というのがなかなか厳しい状況にあるというのが現状ではないでしょうか。一神教は排他的であり対立を生み出す。で、それに対して、多神教は寛容であり、21世紀においては多神教の方が有効性を持っているのではないかというですね、こういう議論が盛んになされているように思います。で、本日はお二人の講師をお招きしまして、このような一神教と多神教の問題、あるいは、現在日本において行われているこの一神教に対する批判という、こういう現象、それは、何を意味するのか、あるいはこれは、このような一神教批判というのは、世界に普遍的な現象なのか、あるいは日本独自なもの、日本独自であるとすれば、それはどういう背景とどういう意味を持っているのか、そういうことについてもご一緒に学ぶことができればというふうに考えております。で、今日は、お二人の講師をお招きいたしましたが、まず、第一番目に中澤慎一さんをご紹介させていただきたいというふうに思います。講師紹介のところにもありますが、少しご著書などを加えて紹介させていただきますが、先生は1950年に山梨県でお生まれになりまして、現在は中央大学総合政策学部の教授を務めておられます。研究テーマ、非常に広い研究テーマをお持ちでございますけれども、まずチベット仏教学、
有名な著書としてチベットのモーツァルトというですね、著作がございます。それから神話学、考古学、哲学、非常に広い研究領域を持っておられます。最近のご著書といたしまして、緑の資本論、おそらくこれが本日のお話に一番近い著作ではないかと思いますが、それに、精霊の王、そして、五感本のカイエソバージュシリーズ、そこは講談師や選手名知恵というふうにあったと思いますが、それから、文化庁長官の河合隼夫さんとの対談、朝日新聞社から、仏教が好きというですね、仏教が好きの後にびっくりマークがついてるんですけれども、そのような一般向けの著書も出版されておりますし、また、お伺いするところによると、来月集英社から、僕のおじさん金副題が、網野義彦、僕のおじさん網野義彦という、ご著書を出版のご予定でございます。第2番目の、講演者、小原和弘さん、1965年大阪生まれで、現在同志社大学神学部の教授でございます。専門は、キリスト教思想、比較宗教倫理学、その他でそこに書いてあるようなさまざまな現代が直面している倫理的な問題、宗教的な問題について、研究を続けておられます。著書には、神のドラマトログ、それから、教著として、キリスト教と現代、終末思想の歴史的展開、などがございます。早速、ご講演をお願いしたいと思いますが、この後のですね、スケジュールと申しますか、時間配分について、少しご説明させていただきたいと思います。この後、中田さん、それから小原さんから、講演をいただきます。それに続きまして、パネルディスカッションという形で、それぞれのご発題について、この反対側からですね、中田さんから小原さん、小原さんから中田さんという形で、応答していただきまして、そしてしばらくパネルのディスカッションをこのステージ上で行わせていただきたいと思います。そして残りました時間、皆さんに質問の時間をオープンにさせていただきまして、質疑応答を続けるという形で進めていきたいと思います。それでは、早速中澤さんに、ご講演をいただきます。講演題は一神教と多神教、グローバル経済の謎でございます。どうぞよろしくお願いします。今日は一神教学際研究センター主催の講演会に招かれまして、とても光栄に思います。というのは、僕は学生の時、宗教学などを学び始めた時、将来自分が何を作ってみたいかということを、聞かれると、一神教の研究センターのようなものを作りたいと答えたことを覚えています。しかし僕は一貫して一神教の研究者ではありません。むしろ、レヴィ・ストロースなんかが言うような野生の思考とか、民族学などが相手にしている、民族的な宗教とか、こういうものを対象にして、長いこと研究してきましたし、30代に入ってからはチベット人のところに行って仏教の勉強もしています。ですから一神教を直接的に自分の、生き方や対象と何もの対象としたことはないんですけれども、僕にとっては一神教というのはとても重大な意味を持っています。なぜかというと、一神教というのは、私の人生の公的宗と申す相手だろうと思います。公的宗でなければその一神教の本質は分からないのではないかというような思いすらありました。人類学や民族学を研究している人たちは一神教に対しては拒否反応があります。仏教を学んでいる人たちの中にも一神教と一口で言いましても、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、いわゆるアブラハムの宗教に対する批判は非常に強い。
方、しかしその人たちの批判を聞いていると、私の中の幼い頃クリスチャンだった頃の蓄積が反発を起こします。一神教というのはそういう宗教ではない、この人たちは一神教の本質を正しく捉えていない、だから、この批判は正しくないと考えていました。と同時に、同じ研究室にいた、ユダヤ教やイスラム教やキリスト教の研究者たちの発言を聞いていると、この人たちもまた一神教の本質を知らない、なぜなら一神教の内部から一神教のことを考えているからだと感じました。敵を知るには、公敵主を知るには、その外へ出て、そして愛情と、そして、距離を持って相手を見つめなければいけないというのが僕の対象に対するいつもの、態度でした。ですからこの一神教に対しても私は、深い愛情と、そして、それに対する違和感というのを常に抱き続けながら、対峙してきました。そして、一神教の研究というのが今日の社会において最も重要なものであるということは深く認識していました。それは今日を、現代世界を構成している、経済の問題、それから、生活様式、ライフスタイルですね、価値観、これらの問題を考えるときに一神教の問題を考えてないで、本質にたどり着くことは不可能であると思われたからです。当時私たち学生の頃は、宗教というのは、アヘンのようなものであって、そして宗教の本質を規定しているのは経済だという考え方が非常に強かったわけです。ところが私はこう考えました。いや、経済こそ宗教の一形態だろうと考えたわけです。なぜなら、マルクスが資本論の中で分析している、資本主義社会の構造、この分析方法と、そしてこれが現実の社会に適用されているあり方を見ると、これはキリスト教のある本質的な構造と深いつながりがある。そしてキリスト教なしでは、今日のような資本主義というものはありえなかっただろうし、そして西洋文明が地球上でこれほどの影響力を持って、一種の覇権を持つようになっている、この事態を説明することすらできないだろうと考えました。と同時に私はこの一神教的な宗教というものを知らなかった人類について、深い関心を持ってきました。国家が誕生する以前、都市が誕生する以前、人々が農耕をはじめ、定着をはじめ、そして都市を作り、そしてそこに巨大な国家が生まれ、国家宗教が作られ、その国家宗教から離脱する形で、ユダヤ教の宗教が発生した過程を見るときに、私たちはどうしてもこの、一神教の歴史的な性格に思いを出さざるを得ません。人類、つまり私たちホモサピエンスサピエンスがこの地球上で、今日と同じような能力を持って生活をし始めてからすでに少なく見積もっても4万年から5万年が経過しています。ある考古学者によると、すでにそれは9万年から10万年前に現在と同じ知的能力を持った人類が、地球上にはすでに活動を始めていたという研究すら発表されています。ということは、数万年の間、人間は別の考え方を持ち、この地球上に別の秩序を持って暮らしていきました。この人々が何を考えたか、そしてこの人々が考え得た知的能力と、その中からそれを食い破るようにして現れた一神教というものが、非連続に分離しているはずはないのです。人類の知的能力の中から一神教は発生しています。そしてそれは一神教なしにもやってきた、もっとはっきり言うと宗教なしにもやってきた。神話と儀礼だけで、この地球上に豊かな世界を作ってきた人類の在り方というものが存在したことをも否定することはできません。どちらも人間という同じ能力から出発しています。そして今日の考古学と脳科学が明らかにしていることは、人類が
この地球上に発生したすでにその時に今日の私たちとほぼ相違のない知的能力が獲得されていたということを、これらの研究は明らかにしているということは、多神教であろうか一神教であろうか、これらの問題を考える土台は私たち人間の、知的能力というものに、知的、であり、それは直感力と感情を巻き込んだ知的能力ですが、に、深い根を下ろしているもので、この人類の研究なしには一神教も多神教の理解も不可能であると考えられたからです。私はですからそのような意味で一神教の研究センターというものが日本に生まれなければならないと考えていました。私たちは一神教のことを真剣に考えなさすぎました。そして、今日のような経済システムを発展させ、銀行のシステム、国家のシステムを作り上げてきましたが、ヨーロッパから入ってきた、様々な制度や経済システムの背後にあるキリスト教的一神教の問題を根底において考えることを怠ってきました。そのために今日の時代がもたらされていると思います。その意味でもこの同志社大学に一神教を研究するセンターができたということは、日本の文化にとってもとても大きな意味を持つものと感じております。今日のテーマというのは一神教と多神教という問題です。これは私の後にお話しくださる岡田さんの話にもはっきり出てくることと思いますが、ジャーナリズムやあるいはジャーナリスティックな学者たちが書く文章の中に一神教と多神教の対立ということをことさら先鋭化して、そして今日の世界に起こっている危機的な状況が一神教にある、責任の多くが一神教にある、そして21世紀の世界観は多神教によらなければいけないという、考え方が、一つのキャッチフレーズのようになって横行している事態に対して、一神教研を研究する人々が待ったをかけるよう、その理解には問題があると異議を唱えたいためにこの会が開かれて、今日の講演会が開かれていると僕は理解しましたし、そこに私が呼ばれた理由は、あなた流のやり方でこの一神教と多神教という二元的な構造を揺り動かして解体してほしいという願いを聞き取りました。そこで私は今日は一神教多神教という構図を根底から突き崩してみたいと考えております。というのは一神教と多神教という概念自体は昔からあるものではなく、古く見積もっても百数十年の歴史しか持たない概念、つまり近代的な概念に過ぎないということです。そして、この概念が実際の宗教として、行われているものに正確に対応しているかというと、ほとんどこれは対応していないのです。とりわけ、日本は多神教の国家、民族であるというときに、本当に、では日本人の考えてきた、信仰してきた宗教、例えば神道であるとか仏教であるとか、純粋な神道とか純粋な仏教というものを日本人が知り始めたのは不思議なことにこの明治以降に過ぎません。それまでは神仏習合という状態を長く通過していますから、この神仏習合のを基本とする日本人の宗教の中で、純粋な多神教の原理が機能していたか、これは大いに問題とされて良いところだと思います。実際に神道などを見てみますと、ここには一神教と呼ばれる原理と多神教の原理の明らかな混在が見られます。中心的な、もちろんこの世界はたくさんの神々によって成り立っていますから、多神教と申し上げてよろしいでしょうが、この中には必ず神々の世界の中で最も大きい神であり、そして神々の存在を根拠づけている神という概念があります。古事記や日本書紀が表されてからは、これはアマテラスオオカミという、女性の神格に集中するようになりました。それ以前は別の神がこの役目を担っていました。
おそらく国とこたちとか、別のこう神の名前で呼ばれたものがこの神々の中のより大いなる神の位置について、このような考え方は日本人に特有のものかと言いますと、そうではないですね。アメリカ先住民の宗教を研究してきた人類学者たちは、アメリカ先住民が一神教の概念と無縁ではないということを19世紀から見出していました。彼らの宗教を研究した人々はこう言っています。宣教師がアメリカ先住民のもとへ出かけて、あなた方は多神教徒である、そしてあなた方は神話と儀礼によって、この宇宙の真理を捉えようとしているが、それは間違いであって、この宇宙を創造したたった一人の神がいると説いたところ、インディアンが先住民たちが、そのようなものは私たちはよく知っていると答えた、言われています。この神はグレートスピリットと呼ばれていました。スピリットはたくさんいます。アメリカ先住民の世界には日本人と同じように無量無数の、スピリットがあります。しかしこのスピリットを統一し、そのスピリットの存在を与えているグレートスピリットというものが考えられています。これは平原インディアンを中心として大いに発達した概念で、この平原部インディアンにはグレートスピリットを中心とし、そこから流出してくる無数のスピリットたちを巡る一つの神学的な体験まで作り出されていました。ですからアメリカ先住民の世界、あるいは日本人の神道の世界にとっても、これが純粋な多神教の原理でできていたという言い方は全く正確さを欠いたもので、この中には一神教へ向かおうとする契機がはらまれています。そしておそらくはこの性格は新石器時代の時代の人々の宗教全てに共通するものであり、さらに言うと旧石器時代の人類はこの一神教的要素がさらに強烈だったのではないかとすら推定されています。旧石器時代の人類というものは、これはネアンデルタール人が作っていた石器を使用していた私たちと同じ能力を持ったホモサピエンスたちの文化です。ですから私たちの直接の先祖と申し上げて、よろしいと思いますが、この中石器後期の人々の宗教、これは真っ暗い洞窟の中で行われる祭儀を中心にしていましたが、そこで真っ暗闇の中でしばしば光とともに現れる超越的なものの観念が、壁画であるとか、熊の骨に施された、彫刻や、石に、残された痕跡から推測されています。旧石器時代の人間たちの宗教というのは、これは2つの系統で成り立っていたようです。一つは男性たちだけが秘密結社を作って洞窟の中で行う宗教でした。これは真っ暗闇の中に入って音と、そして、歌と身体運動の踊りと小さなランプを灯して壁面を照らす明かりが照らし出す絵画だけが作り上げる、秘密の宗教の世界でした。この世界、この洞窟の中では、おそらくは極めて強度な超越性についての観念が、人間を支配していただろうと考えられています。ところが旧石器時代にはもう一つの宗教の形がありました。これは朗らかな、太陽の光の下で行われて、その主体になるのは女性たちでした。この女性たちは行っている宗教は、男性たちが洞窟の中で行っていることが抽象性を目指して超越性を目指していたのに対して、この世界の、自然の形や生物の形をそのまま具象的に表現するということから成り立っている自然な形の宗教でした。ですから旧石器時代においてもすでに自然環境とフィットし、そして女性の生命力というものの具体性をもとにした、非常に柔らかい形の宗教と、真っ暗い洞窟の中で男性秘密結社が行う、抽象性の高い
超越性というものを抽象的に取り出す宗教が混在して同居して共生していたと考えられます。女性たちを中心に陽子、小柄かな陽子の中で行われる宗教、これはおそらく多神教の性格を多分に備えていたものであると思われます。ここにはたくさんのスピリットたちが集っていたことでしょう。ところがこの洞窟の中で行われた男性秘密結社の行う宗教は超越性をめぐる、抽象的な観念をに関心を注いでいました。ですからこれを私たちの近代的な概念で一神教への傾向をはらんでいると申し上げるでも構わないと思います。つまり、旧石器時代ですでに、一神教に向かう超越的な高神へ向かう、これは高い神ですね、高きところにある神へ向かう思考というものは働き始めています。それと朗らかな陽光のもと、自然の形と、そして、生物の活動をもとにした、スピリットの精霊の宗教、これは女性の産む力を媒介、土台にした宗教です。この宗教、これをまあ一言で多神教と申し上げるとすれば、旧石器時代からすでに多神教的傾向と一神教的傾向は共生していた。むしろこのことから考えると、人間というものの知的能力の中には一神教に向かおうとする傾向と多神教に向かおうとする傾向が、同時に存在し、この2つが相互に補い合うことによって一つの全体性を作り出していたと考えることができると思います。私は学生時代にドイツの民族学者のシュミット神父の研究に大変興味を持ちました。シュミット神父たちは戦前のドイツで民族学の研究を行っていましたが、彼らの研究はとても興味深いものでした。それはこういうことを主張していました。一般の宗教史の考え方では、人間はアニミズムの段階から多神教に進み、多神教から一神教の段階へ進んだというのが宗教思想の進化の道筋であると考えられている。しかしシュミット神父たちはこう考えました。この考えは根底的に間違っている。人類は最初に超越的な高神の概念をすでに持っていた。そしてそれが、分裂解体を起こした時に多神教が発生し、そして人類が再び、多神教を再発見することによって、原初の人間の知的直感に再び、立ち戻ったんだと、こう考えたわけです。つまり一神教はモーセとユダヤの民族、あるいはもっと遡りますとアブラハムの宗教によって発見されたものではなく、ユダヤ民族によって再発見されたものなんだというのがシュミット神父たちの考え方です。この考え方はとても興味深いですし、今日の考古学の成果と合わせてみるととても説得力のあるものです。それは旧石器時代の人類がすでに超越的な高きところにある高神についての概念を持っていて、そしてこの高神を中心とする宗教と自然物の中にたくさんの精霊が宿り、神々が宿る、女性的母性的な宗教と共存させていたという最近の考古学的な研究とむしろよく合致するものだからです。このような考え方を取ってみますと、私たちは一神教と多神教という概念が極めてあやふやな相対的な概念であるということが分かっていきます。つまりこの2つを分離することはできないということ。ましてや分離して、一神教の原理と多神教の原理を対立させることなどは不可能だということです。それは人間の知的能力の本質を見誤ることになります。人間の知的能力の根源には一神教へ向かおうとする傾向と、そしてこの自然の世界の中に諸々の精霊の働きを
見出し、それらに神という名前を与えて、多くの神々が集う場所としてこの世界を捉える多神教へ向かおうとする傾向が同時に存在しています。この同時に存在しているというのがホモサピアンス、私たち、現世人類の知的能力の本質を成しています。ですから一神教というものが、進化の過程で、後になって進化過程としてより発達した高度のものとして現れた、そしてそれは多神教に対立するようになったという考え方は正しくないのではないか。むしろ私たちは、人類は根源的に生まれた時からすでに人間の条件として、人間の知的能力の条件として、私たちの心の中に一神教への可能性を秘め、そしてこれは潜在的な可能性でとどまるものではなく、旧石器時代の遺跡には実際にこの一神教の、超越的なるものに向かう表現形態を見ることができる、という、問題に、問題を根底に据えていかなければならないと思われます。つまり人間、この知的能力を持った人間の中においては、一神教へ向かおうとする傾向と多神教へ向かおうとする傾向は対立しない、対立しないどころではなく補い合う、補い合うどころではなく、それは根源的な一つの能力から分かれて現れた二つの相互的なお互いを補い合う思考形態として、私たちの中に宿っているものだと考えるべきではないかと、考えます。このようにして考えてみますと、私たちは多くの宗教の本質というものをもう一度見直していくことができるようになります。例えばこの旧石器時代以来の人間の思考形態、知的能力をストレートに表現した宗教の形態を、ほとんど、無傷のままといいますか、あまり変形を加えないままに成長させた宗教というものは地球上に一つあります。これはヒンドゥー教の中のシバ派の考え方です。シバ神を中心にする、宗教の形態、これはヒンドゥー教シバ派と今日は呼ばれていますが、この根源は極めて古いものです。ご存知のようにシバ神は大きな石の弾痕の石、つまりリンガで象徴されます。このリンガとそれを取り囲む4人は女性器を表現しています。つまりシバ神というのは男性器を象徴するリンガとそれを包み込む女性器4人の結合体で表現されておりますが、この表現はすでにハラッパ文明にも見出すことができます。ということは旧石器から新石器への移行期、ここが中石器と呼ぶ時代にすでにインド人は、シバ神の概念を持っていた。そしてそれを、リンガと4人の結合体として表現する方法を持っていたことを表しています。この宗教は極めて興味深い特徴を持っています。中心部に注ぎ立つリンガは我々の世界に存在現象を出現させようとする潜在的な意志ないし力を表しています。そしてそれはシバと命名されていますが、このシバはこの宇宙に、宇宙を突き動かす根源的な原動力であり、エネルギーであると考えられています。ですから、新石器的な文化を保った社会、アメリカ先住民や我々の日本の、神道の古い考え方、における、グレートスピリットや高神の観念と極めてよく似たものがこの芝の中に存在しています。しかしこの超越性を目指す統一力、リンガの形で象徴される芝だけではこの芝神というものは存続できません。これを取り囲む、4人、つまり女性原理が必要だった。そしてこの女性原理は他を本質としています。つまりリンガが1を目指すとすると、それを取り囲んでいる女性原理である4人は他を目指しています。そして他を多数多様に、様々な世界に、を、
がこの豊かな世界を作っていく原理、いく原理がこの輪廻を包み込んでいる四人の中に表現されています。この二つが合体することによってシヴァ神の信仰が成り立っています。この考えは先ほど申し上げた旧石器時代の宗教、つまり超越性を目指す高神を目指そうとする観念と、この世界の生命的存在的な多様性を目指していこうとする傾向、この2つが人間の思考の中では共存していた、そしてその共存の様式を直接的に表現していたことをよく表しています。そしてこのシヴァ神の考え方はインドの宗教の中では長い歴史をたどりながらも本質を変えることなく発展してきました。とりわけ興味深いのは中世においてこのシヴァ神の宗教がどういう形を取るに至ったかということです。このシヴァ神の宗教、つまり輪廻、一を目指す、一の原理を目指す、モノの原理を目指す輪廻と、マルチ、ミューティを目指す、多様性を目指す、世にの結合体で目指のでできた神の観念が中世になりますと、一元のモニズムというものに変容を遂げています。いきます。シヴァモニズムというものが、生まれています。これは中世のインドで発達したノンデュアル、非二元論哲学の根源を成していますが、この中ではシヴァと世に、つまり、男性的な原理と女性的な原理、これは、シャクティと、女性的な原理はシャクティと呼ばれるようになりましたが、この2つの原理の結合体、この2つの原理の結合体はしかし本質において一元的であるという哲学が発達したんです。つまりこの世界は一と多でできているが、その本質を同じ統一しているのは一、これは一という概念を超えた一であるという哲学が発達するようになりました。つまり中世ヨーロッパではすでに、中世インドではすでにシヴァ派の哲学を通じて極めて高度な一元論哲学が発達していました。そしてこの一元論哲学の中では一者を目指す観念と多様性を目指す観念が一つに結合されて、おりました。ですから私たちがしばしばインド、ヒンドゥー教は多神教の世界であると一言で言うとき、これは大きな過ちを犯すことになります。この世界でこそ実は初めて、人類の中のモニズム、一神教、あるいは一元論と申し上げた方がいいかと思いますが、非二元論的な神の思想、つまり一元論的な神学が発達し、そしてそれをもとにして在来の古い宗教の形を再解釈するという運動が行われています。こういう現象はですから、アジアの世界においても、あるいは、実はこれはアフリカにおいても、ヨーロッパにおいても、そして実は中近東においてもそう珍しい現象ではありません。一神教的な原理というものを正確に取り出すことは、この今までの話からもお分かりいただきましたように極めて難しいことなんです。なぜならばこの一神教一を目指す原理というのは必ず同時に他を目指そうとする原理と共同して働き出します。それが人間の知的能力の中にセットされているからです。ここから考えてみますと、人類の中この思考能力の中に純粋完全な一神教というようなものが存在するのだろうかという疑問さえ生まれてきます。一神教の原理というものをどう捉えるか、これは非常にいくつもの思考の軸をはらんでいます。例えばイスラームが考えているようにアッラーの他に神なしという理解を取るとしたら、これはアラーの他にたくさんいる神の中でアラーは唯一のものであるという思考方法になってきます。
しかしイスラム教の理解というのはいつもこの一般の人々が信仰するイスラムと、そしてより高度な知的能力を持った人々が探求するイスラム教の2つに分かれて発達してきました。そしてイスラム教の高度な哲学の中では、アラーの他に神なしという理解とは別に存在で、私は存在でないものは存在でなかったことはないという理解を、つまりモーセの前に出現した神が私はありてあるものであるという言葉で表現された、この存在の世界、存在についてのこの存在を統一し、根拠づける原理としての、アラーについての理解が共存していたようです。このアラーの考え方をとりますと、ここでは位置の原理と同時にこの世界が多様なものとして生み出されてくるものを統一的に理解するための一つの神学的な理解が発達しなければなりません。イスラムは決して他の神々、多くの神々を否定したことはなかったと思います。むしろアッラー、つまりこの存在の世界を統一し根底づけているアッラーを認めさえすれば、本質的にそれは他の神々をこの神学の体系の中では否定する必要はないのであろうし、そして、諸々の精霊たちというものはイスラム教徒の生活の中でアッラーへの信仰と共存しながら生きることは可能だったはずだし、実際私たちがイスラム社会を司祭に点検してみますと、そこに決して精霊の原理が、一神教的なと呼ばれるアッラーへの信仰によって完全にかき消されたり否定されたりしたという例はむしろ少ないのではないかと考えることができます。そしてイスラムの中でより高度な神学理解を目指そうとした人々が作り出した神の概念、これはタウヒードと呼ばれている神学の形態の中に結集してきました。ここでは位置の原理と、そしてこの位置が多様性の世界を生み出してくる、この過程を統一的に、統一している原理こそがアッラーとして理解されています。私たちはこのアッラーについてのタウヒードの理解を深く検討してみますと、ここにヒンドゥー教のシバ神を中心に打ち立てた非二元論的なモニズムとの深い共通点をすら見出すことができます。この2つの間に本質的な違いが本当にあるのだろうかとすら疑うほどです。ですからイスラム教が純粋な一神教であるというときには、これは多神教との対立軸においては捉えることはできないのではないかと、考えることができます。これはおそらく私の話の後に小原さんが、偶像崇拝の問題を取り上げると思いますが、一神教理解に別の軸が必要なのだと思います。そしてその軸を中心にすると一神教と多神教は対立し合うものではないことになってきます。一神教と多神教を対立し合う軸を設定したとすると、イスラム教のように外の世界から純粋で、そして絶対的で融通の利かない一神教と見られているものが多神教的な原理を構築するどころか、自分の神理解タウヒードの根源にセット している、再構成してセットしているという事実を説明することはできません。このように一神教原理と多神教原理は極めて複雑な関係を持って発達してきました。ですから今日私たちが直面している問題、911以後この世界が直面している問題、つまりグローバリズムの問題の本質を考えるときに、一神教と多神教を対立させたり、あるいは一神教の内部のイスラム教とキリスト教、ユダヤ教の原理をいたずらに対立させて、そこに文明の衝突を作り出そうとするような理解は、
少なくとも宗教の構造ということに関して見れば、大いに問題のある、ほとんど現実には適用されない考え方なのだろうと、見ることができると思います。しかしここで大きな問題があります。それは今日の世界は経済的な原理を中心にしてグローバリズム化の傾向が進行している。これは確かなことです。そしてこのグローバリズム化というのは端的に申し上げれば19世紀以後の西ヨーロッパに発達した資本主義の発展形態、つまり高度資本主義の形態、ここには情報、それからインターネットを駆使した情報社会の問題が深く関わっております。が情報化された資本主義を一つの原動力として、そしてそこに西洋型の生活様式や音楽、娯楽、音楽への思考や食べ物への思考も含めて一体になった、この全体性、つまり、一言でグローバリズムと呼ばれていますが、そのグローバリズムが今地球上に大きな影響力を持って、私たちの生活を根底から作り変えようとしている。この事実は否定することができないと思います。そして、西ヨーロッパの原理は西ヨーロッパが世界における植民地時代のような覇権を失うのと同時に、むしろその西洋的原理の種を地球上に飛散させるようにして、今グローバリズムという形態で地球上の人類全体に大きな影響を与えています。この理由、このグローバリズムがなぜこの地球上で核も強大な支配影響力を持つことができるのか、そしてその根底にある近代型の資本主義がなぜ過去ほどの成功を収めたのか、この問題を考えるときに私たちは先ほどから出ている一神教の構造、とりわけキリスト教の構造というものに思い至らざるを得ないという。今日の話の最初に、私は、宗教は経済的な現実、つまり株構造が生み出した幻想であるという考え方を逆転して、経済こそが宗教的思考構造の表現形態だと考え直してみたとき、見えてくるものがあるのではないかと考えました。これはマックス・ウェーバーの研究などをはるかに超えて、経済の構造と宗教の構造の根源を探る試みが必要であるということを言っていると思います。そしてそこにキリスト教の神学的構造の問題が深く関与している。おそらくは 9.11 という形で地球上に先鋭な形で現れている対立の意識、これは表面的に見ますとキリスト教とそれから原理主義的なイスラム世界の先鋭な対立として現れているものですが、その根底にあるもの、これは一つの宗教原理です。表面的に見ますとこれは確かに経済における格差の問題ですが、この経済的な格差がなぜ作られたかということをたどっていると見ると、これは宗教の構造の問題に帰着してきます。つまり一神教の内部構造の際の問題に帰着してくることとなります。イスラム教とキリスト教のこの経済システムと神学上の構造の同系性、差異、違いとについての理解については、先ほど私の著作が紹介されましたが緑の資本論という本の中で詳しく説明しましたから、今日はもう少しキリスト教の本質について少し踏み込んで考えてみたいと思います。キリスト教は一神教だろうかという問いかけです。これは古くからユダヤ教や教徒やイスラム教徒が抱いていた疑問です。キリスト教は果たして一神教なのか、この問題が本質に触れています。すでにこの問題は、イエス・キリストが神の子であると言われた時から発生し始めました。
神の子という存在は当時の中近東の人々の神話的な思考力、つまりこれは人類の根源的な新石器時代以来の思考能力ですが、これを大いに刺激するものとなりました。なぜならば神話的な思考というのは2つの対立していって矛盾し合っている論理項をつなぐ媒介項を探すことから神話的思考というものは成長し豊かな神話の世界を作っています。この媒介項がないと神話は作動しません。これは純粋な一神教というものを考えてみたとき、この媒介項を除去することによって神話的な思考方法にノックダウンを与えている。ここが大きな問題です。それは人類の思考の横から飛躍を表しています。超越的な神と人間を媒介不能な状態にした、つまり絶対者の概念を作ったときにこの2つの領域を媒介するものが消えてしまいます。長いこと人間は神話の思考力をこれに共存させていました。から神話的思考というのはこの世界を作り上げている絶対的に矛盾している概念、生と死のような概念を媒介する概念を探す、これが神話の働きでした。そしてこの神話の働きを元にして私たちの先祖たちは、あの自然的な宗教の世界を作り上げてきましたが、一神教が行ったことはこの媒介法を拒絶することでした。ところがここに神の子の概念が出現したとき、中近東の人々の間で再び神話的思考への大変な情熱が再燃したことが記録されています。イエス・キリストは神の子なのか、しかしイエスは神なのか子なのか、人間の体を持った神なのか、ならばあの十字架上で死んだあのムクロは何なのか、少女マリアから生まれたという女性の体から生まれたというあのイエスという存在の肉体は何なのか、この問題は中近東の人々を大いに刺激することとなりました。そこでここでキリスト教初期の時代にイエス・キリストの属性をめぐって激しい論争が戦わされたことは同志社でこういうことをお話することはほとんど社会人説法、かもしれませんが、つまりイエス・キリストの存在自体が、この当時の人々にとっては古い神話的な思考形態を再燃させる契機をはらんでいました。ですからここでイエスは神である、いや純粋の神である、いや純粋な人なのである、こういうふうに純粋にそれを理解する人々、これは中近東の東の方の、キリスト教徒の間に発達しました。西の教キリスト教徒は、神にして子であるという極めてパラドクシカルな理解を選択いたしました。そして、神にして子であるという理解を教義的に確立するようになります。しかしこの教義的に確立したのは多分に、長い論争の結果として生み出された政治的な成果であったような気もいたします。なぜならイエス・キリストの属性をめぐってはこの当時、中近東の東の方の人々が考えたような、ありとあらゆる異端的思考の可能性は神話的思考を前提とする限り否定することができないものだからです。しかしここでイエス・キリストは神の子で、神にして子である、神と人間の間の媒介者であるという概念が確立しました。ここでキリスト教は限りなく神話的思考の近くに寄ることになったわけですから、これが後々の東方に発達した純粋思考を行う人々、これは、中世以降イスラム教の を発達させていく人々ですが、この思考の思考を取った人々にとっては極めて疑惑の対象となったわけです。さらには三位一体説の問題があります。ここには父と子、この父と子の問題は何とか解決がついたでしょう。しかしここに聖霊が再びセットされました。この聖霊はこれは明らかに
多神教的な原理の組織的な組み替えだと見られてもおかしくないところがあります。聖霊は無量無数の霊を持って35分大変な50分終わりましたね。聖霊の原理がセットされましたが、この聖霊は、キリスト教に対して批判的な考え方を持つ人々にとっては多神教の原理を一神教の内容にセットするものに違いないと見られました。実際、この聖霊は、多種多様であって、そして人間の、カリスマ的な活動とともに人間の内部から、流出し、あるいは神から流出してくる、多様性の原理を表していたから、聖霊は他を表しています。そしてこの他の原理が三位一体論の中には組み込まれています。さらにはもう一つ天使の問題があります。天使学はイスラム教の中で発達した高度な学問ですが、イスラム教の中ではこの天使学はタウヒードの理解と結びつけられ、一者が流出する、あるいは散出する多様性を説明する中間的な存在として天使の学問というものは高度に発達することになりました。ここでも天使は一神教の理解に特殊な空間を付け加えています。中世の神学を見てみますと、もう天使が住まいする空間は神がこの世界を創造する以前から創造したと言われています。そしてそこは神は永遠であるが、そこは永在の世界だと言われています。永遠ではなく永在だと言われている。それは存在と非在の中間状態にあって、常に消滅と生成を繰り返しながら私たちの世界に、力を注ぎ込んでいる空間であるというふうに規定されるようになります。この天使の空間自体が実は一神教の内部に組織替えされ組み込まれた多様性へ向かう原理を表していますが、この多様性、存在の多様性へ向かおうとする傾向こそ、かつては多神教という宗教形態の中で、ストレートに表現されたものとに他ならないことになります。ですから考えてみますと、キリスト教自体は純粋な一神教どころか、その一神教をベースにして、その中に多神教的な要素を巧みに、取り込んだ、そして一つの統一的な体系を作ることに成功した唯一の一神教の宗教であったかもしれないと思われます。ここに重要な概念としてシステムという概念が出てきます。システムの最初の形態は三位一体として出てきました。システム、すなわちこの世界に起こることの全体性を、体系の中に捉え切ること、これがシステムの意味ですが、三位一体を通して一神教原理と世界、神と超越者と人間を媒介する神のこの原理と、そして、多様性の原理を一つのシステムの中に取り込むという思考方法が、キリスト教の中で確立しました。神と聖霊はむしろ一つのシステムの原型となりました。そしてこれは主に西方キリスト教の中で発達を遂げます。ですから、有名なフィリオフェ論争以後、西のキリスト教が持っているシステム論的な傾向に批判した東方教会が離脱し、ロシアとギリシャと東欧の世界が長いこと西洋から離脱していく根源を作ったものもこのシステム論に関わりがあります。西の西欧的キリスト教、これはローマ教会を中心、教会を中心とする信仰の神学の体系の中では三位一体論、天使論、これらはシステムとして整えられることとなりました。ところが東方教会の中ではシステム化を拒絶する傾向が非常に強いものでした。そしてイスラムもこのシステム化を拒絶しました。ですから
世界の全体性を一つの形にシステムとして作動できるものに作り変えるということに課題に挑戦し、そしてそれに見事な達成を行ったのはキリスト教だけだったということが言えるかと思います。さて、もう残り少なくなってきました。時間が残り少なくなってきましたから、残念ながらこの辺で、重要な問題をはしょって話さなきゃいけませんが、資本主義という問題があります。資本主義は今でもなく貨幣をベースにした価値増殖のシステムです。ここにキリスト教の本質が深く関わっています。貨幣とは何であるか。これはすでに3世紀の地中海沿岸で行われた論争の中ではっきり表れていることですが、貨幣とは観念的なものと肉体的なものの結合体であるという規定が行われています。観念的なものであるというのは、そこに抽象的な価値が貨幣の中に刻印されているからです。しかし貨幣は金をいや銀や貴金属を素材にし、そこに王の顔が印が打たれています。つまりこの刻印をもって抽象的なものと肉体的なものが貨幣の中で同居しているゆえに、これは実際に、当時のキリスト教徒が語っていたことです。ゆえに貨幣の構造とイエス・キリストの構造は同一であると言われています。言われました。その証拠に十字架上のイエス・キリストを描いた貨幣の脇に、貨幣と、イエスの相類似性を暗示した言葉が書き付けられております。つまり神の子という概念を人類の世界に投げ込んだキリスト教は、それによって貨幣との近親性を早くから作り出したことができていました。ですからこれは貨幣とイエスの存在というものは極めて不謹慎で、信仰者にとっては極めて不謹慎な考え方に見えるかもしれませんが、しかしその根底には何か深い構造的な類縁性が存在していました。そしてこの貨幣をもとに資本主義は価値増殖を行います。何によって価値増殖を行うのでしょうか。キリスト教が価値増殖に、中世以後実際に彼らの社会の中で一般的になった価値増殖という現象を説明するために持ち出した説明原理は必ずの聖霊の原理でした。父と子から精霊は流出する、いや発出すると、フィリオクエ論争以後のキリスト教の三位一体構造は語りました。父と子から精霊は発出します。それと同じようにと、語られていますが、それと同じように貨幣から剰余価値、増殖する価値は発出するというのが中世ヨーロッパの資本主義理解となりました。そしてイスラム教が否定した価値が自己増殖を行う、つまり利子を利子金貨幣が利子を生むという考え方を肯定するようになります。これはもちろん右翼曲折があり、トマス・アキナスなどはこれを否定しておりますが、しかし彼の否定は現実社会の中では、流されていることになりました。キリスト教の世界ではイスラム教徒が頑強に抵抗した貨幣が貨幣を生む、つまり価値増殖を行っていくという原理が肯定されるようになり、その肯定貨幣が、貨幣の幸運の原理を肯定する原理はむしろキリスト教の内部の原理、つまり三位一体の構造の中に求められることと行っています。ですから私たちはこのキリスト教と資本主義の原初形態というものが極めて密接な形で結びつき、そしてそれがより高度な形に発達してくるとき、我々の世界に極めて甚大な影響を及ぼすであろうということを予測することができます。なぜならここには一神教の原理も多神教の原理も同時に一つの体系の中に一つのシステムとして
セットされているからです。これによってもちろん私はキリスト教の信仰というものを批判しようとする気は毛頭ありません。なぜなら貨幣的な現実のような形に現れているものはキリスト教の信仰の中の極めて表面的な理解の部分を取り出し、そしてこの表面的な構造を持って、経済と宗教を結合することに他ならず、そして神学とそして、神秘的な体験の中ではこのような表面的な理解が常に否定されていた、乗り越えられていたという事実を知っているからです。しかし先ほども言ったように、イスラムもアラーの他に神なしというような表現がイスラム教の神学的思考であると誤解されるように、キリスト教もまたその表面的世俗的な理解においてはこの資本主義の構造との同型性を否定できない部分を持つことと異なります。したがってキリスト教は無敵のものとなります。むしろキリスト教が社会的な影響力を失うと同時に、それは経済の領域で三位一体以後、キリスト教の内部で発達したシステム論がこの経済的な領域に、自らの幸運、そしてこの経済的な領域で、展開する三位一体構造が実は、今日のグローバリズムの原型を作り出しているという事実に思い至ることになります。もうほとんど時間がありませんから、これから先のことをいっぱいお話したかったんですが、それはまたの機会にいたします。しかし最後に申し上げたいことは、今日お話ししたことからも分かりますように、今日の時代に世界に起こっている事態は一神教と多神教の対立などではないということなんです。それは資本主義の構造を見てもよく分かることですし、イスラム教の神学的な構造にも分かることですし、我々が普通多神教と呼んでいるヒンドゥー教の内部の構造を見てさえ、そこにはイスラム教のタウヒードの理解と共通するような一神教と多神教の共存構造というものが明らかに存在し、それは多神教の典型と呼ばれる神道の中にすら存在し、そして日本人は神仏習合の中から浄土教のような宗教を作り出しましたが、この浄土教こそ日本人が自前で作り出した一神教の最高形態であったとすら断言することができるからです。一神教も多神教も対立させることなどはできません。しかしそれが人類というこの私たち人類の知的能力の根源に潜んでいるものであり、それを探求することは今日の世界に起こっていることの本質を理解することをに最も大きな力を及ぼすだろうと私は信じています。この研究センターの発展をお祈りいたします。どうもありがとうございました。旧石器時代のですね、人類の、認知構造などについてお話をいただいて、非常に感慨深く聞いたんですけれども、私がこれからお話しすることは旧石器時代からですね、一気に現代です。現代の話について、これからお話をいたします。現代の特に私たちの住むですね、日本社会において、この一神教と多神教というものがですね、どのように扱われているのか、これを若干ですね、歴史を振り返りながら、批判的に、考察していきたいというのが私の講演の趣旨であります。それで、最初にですね、このレジュメの、4ページのところに、ありますように、今日私たちの身近なところで一体どういうふうなこの語りがなされているのか、それを、いくつかのジャンルに分けて、紹介し、そしてそこから問題点を抽出していきたいというふうに、したいと思います。で、ここで大きくですね、3つほどに分けて、事例をそれぞれ挙げているんですけども、これらはですね、たくさんある、私がですね、持っているたくさんの資料の中のごく一部です。実際にはもうもっともっとあるんですけれども、いくつかですね、分かりやすいものを取り上げてみました。
で、これらはですね、一つ一つなかなか分析した批評をすると面白いんですが、そうするととても時間が足りませんので、ごくごくですね、要点だけを紹介して、後で最後にまとめてみたいというふうに思います。まず1番目、朝日新聞の記事です。これは私はですね、各社の見解を詳細に調べたわけではありません。たまたまですね、私がよく目にする朝日新聞にですね、いろんな記事が載っていましたので、これを挙げたまでなんですけども、おそらく他社に比べると朝日新聞はですね、一神教他神教に言及する機会が非常に多い新聞だということがわかります。で、まず2003年1月1日号、これは元旦号のですね、社説に載った記事なんですけども、タイトルが千と千尋の精神で年の初めに考えるという内容でですね、これは前年に千と千尋の神隠しがベルリン映画祭でキングマ賞、ゴールデンベア賞をですね、受賞したということも影響を受けてですね、これこそがですね、日本の素晴らしい精神なんだ、この多神教精神で我々はですね、これから頑張っていくんだというですね、そういう非常に力強いメッセージを朝日の社説は出していただくわけです。つまり一神教というものがですね、今日の問題の根っこにあるので、むしろ我々は八百万の神の精神を発揮すべきではないか、そのように記されています。それからもう少し最近のものですけども、7月3日にですね、紀伊山地多神教を歩こうという、そのような社説がやはり載っておりました。これはご存知の通りですね、このちょっと前にこの紀伊山地が世界遺産に指定されたということがありましたので、これを各社が取り上げていたんですけども、朝日はですね、その中でやはり一神教がですね、一神教同士のいがみ合いが絶えない、しかしこの紀伊山地、例えば高野山に見られるようなですね、神仏集合、そういういろんな宗教が共存している姿こそが今後これからのですね、世界にふさわしい、そういったものをですね、我々は日本から世界に向けて発信すべきだというですね、このようなメッセージでありました。それから同じ朝日新聞に、これ社説ではありませんけれども、シリーズで反時代的滅亡というですね、タイトルでもって梅原武さん、哲学者の梅原武さんがこれずっとですね、書かれています。これは毎回テーマは異なるんですけれども、梅原さんの言わんとすることはですね、かなり一貫しています。一貫しているというのはですね、まさに一神教と多神教という軸がですね、大体いつでも入っているんですけれども、この7月20日 の、記事もやはり同じようなものでありました。で、ここではですね、この人類の、例えばですね、大量殺戮であるとか、戦争であるとか、これはですね、一神教の持っている原理の一つ、例えば人間中心主義がですね、原因であって、これをですね、批判する必要があるということが語られています。そして一神教ではなくてですね、むしろ森とかですね、さまざまな例、そういったものと共存してきた多神教の世界、多神教こそが人類平和共存をですね、図るためにもっとですね、力がある、役に立つんだということがここでも語られています。これはそしてですね、最後非常に探偵的な形で語られていて、さすがだなと感心したんですけども、一神教は森が破壊され、最後のところですけれども、一神教は森が破壊されて、荒野の大地に生まれた種族のエゴイズムを神の意思に依存、委託する、甚だ好戦的な宗教ではないかという形でですね、もう一神教っては好戦的な宗教だという、いわば、断定がここではなされています。だからこそ、この一神教をですね、抑制したり批判する必要があると語られています。で、次ですね、5ページの方に行っていただきます。少し、視点を変えてですね、こんなこと言ってるのかいなというですね、ことを一つ紹介いたします。これは民主党が6月22日に、この憲法提言中間報告というものを出しました。これは民主党はですね、現在、日本の大政党制を担うですね、一翼として随分頑張ってるわけですけども、当然そうなるとですね、憲法についてどう考えるかということをこれまとめる必要があります。そこで、今日の民主党もですね、いわば総力を結集してといいますか、意見をですね、まとめたものが、ここに記されて、非常に重要なマニフェストなんですけれども、ここのですね、こういう2つか のパートに分かれているんですが、その最初の部分の、文明史的転換に対応する創建をの中のですね、2番目、未来を展望し前に向かって進むという項の中に、このような、そこに記されているようなですね、文章が あったわけです。で、途中真ん中からですね、読みますと、これもまた、強調して一神教的な唯一の正義を振りかざすのではなく、多様性を受容する文化という点においては日本社会に根付いた多神教的な価値観を大いに生かすことができるものであるというふうに書かれていたんですね。
でこれは非常にはっきりとした、まさにですね、先ほど紹介した朝日新聞、梅原ラインにですね、そういうようなことを民主党もこれやっていたわけです。で、私はですね、この、6月22日に出されたものをですね、ファイルとしてきちっと保存しておりました。そして、それがですね、一応この講演会がありますので、もう一回チェックしたんですね、ホームページで。するとですね、ここの文章が書き換えられてたんです。これ皆さんもですね、初めてそれマスコミの方もどれくらいご存知か分かりませんけれども、本当に驚きました。普通はですね、書き換えはもちろん場合によってありうると思うんですね。ところがもし書き換えたならば、何年何月に改定いたしましたというですね、必ずそういった改定の、履歴というものを普通残すわけですけれども、この、民主党の場合にはですね、同じ6月22日の、ままでですね、何もなかったかのようにこの文書だけがですね、こそっと書き換えられてるんですね。これは非常にけしからんということで、私はですね、民主党にこれは一体どういうことか、こういうですね、いわば改ざんといいますか、この改定記録を伴わない文書の改定が変更があるけれども、これは一体いつ行われたのか、あるいは他の箇所にもですね、同様なことがあるのかどうかということをですね、問い合わせたんですが、残念ながらですね、回答をいただいておりません。ですから、これはですね、ちょっと私は別に民主党のですね、どうこうという思いはありませんけれども、やはりですね、憲法、これからの憲法を考える政党としてはですね、やはりこれやってはならないことだなというふうに、少し考えました。しかし、民主党のですね、その行為自体は私は決して褒められたものではないと思いますけれども、このこっそりと書き換えたいと思うですね、意図はわかるんですね。つまり、一神教と多神教ということをですね、ズバーンと出してしまって、そしてひょっとしたらですね、いろんな人から言われてるかもしれません。私のようなですね、若干口うるさい人間からですね、これはいかんでってことをですね、言われて、そしてですね、やっぱりまずかったと。で、しかし公にですね、ここ直しましたっていうのはちょっと恥ずかしいので、こっそりと直させて直しましょうとですね、そういった分党内化する気があったと思うんですね。ですから、これはやっぱり現在ですね、民主党もこの一神教と多神教ということをですね、少なからず意識しているということが、こういう文言においてですね、現れているということができます。で、そこにホームページの、サイトのです、ページアドレスも書いておきましたけれども、残念ながらここ見ていただいてもですね、一神教多神教でもありません。もうこれ消されてるんですね。しかし、6月22日段階ではもうはっきりと、これが掲載されておりました。そして次にですね、この書籍類の中でどのようなことが論じられているかということを若干紹介いたします。で、少し年代を追ってですね、これ一神教多神教ということはある意味でこの時代的な影響をですね、受けておりますので、少し遡った場合にそれがどう表現されているかということも比較する意味で、1989年に出されている岩田圭司さんのですね、カタカナの神と神というですね、アニミズム宇宙の神という、これよく読まれた本なんですけども、ここの中でもやはりアニミズム、あるいはアニミズム的に多神教とですね、一神教の比較論というのが、展開されております。そして、これはですね、ここの書物、この書物の中では、これはもう全然対立的には描かれていないんですね。先ほど中澤先生が紹介されたのにですね、ある意味で似たような形で一神教と多神教というもののですね、むしろ相互的な関係、そういったことをですね、独自の調査、フィールドワークに基づいて記されています。ところがこれがですね、バブルが崩壊した後の時代、特にそのぐらいからですね、梅原さんは、多神教であるとかですね、森の思想ということを非常に強く言い出すわけなんですけども、これはおそらく日本経済のですね、変調期と、こういった一神教多神教のですね、言説が現れてくる時期というものはおそらく、同調関係にあるというふうに私は思います。そしてそれがよりですね、加速されたのが 9.11 以降であるというふうに私は考えております。で、まずちょっとここをですね、ざっと見てみたいんですけども、梅原さんのですね、この森の思想が人類を救うということで、ここではですね、まず、梅原さんがですね、今までの例えば経済発展であるとか科学の発展というものは、これ一神教、とりわけキリスト教によるところが大きいということは彼は一方では認めております。しかし、その現代の科学文明であるとかですね、経済資本主義経済というものが破綻、さまざまな意味でですね、人類に害悪をもたらしている以上ですね、それは一旦この終止符を打って、そしてこれからですね、むしろ一神教から多神教文明へとですね、変わっていかなければならない、これが梅原さんの考え方であるわけです。
ですから、梅原さんの場合にはですね、いずれも2つのポイントがありまして、一方にはですね、紛争とか戦争の問題です。この問題は一神教に問題があると。あるいは、現在の経済破綻ではなくてですね、その環境問題にいたしましても、これはですね、キリスト教的なこの自然支配の考え方が、今日のですね、経済、環境危機をもたらしたという、そのことに対する代案として、多神教ということを、彼は持ち出してきます。それから、次ですね、町田総合さんの失語的論理と21世紀という、これ、河合隼、ちょっと略してしまいましたんですけども、河合隼さんと、それから、これちょっと意図的ではないんですが、ちょっと抜けましたけど、これは今、隣におられるですね、中澤先生がこれ、変者の一人であります。で、そうですね、それで、曖昧な地位というですね、これ、たくさんの、論集なんですけれども、そこでですね、この町田さんが神仏多神教ですね、一神教というのはね、主要的論理だというわけです。つまり私がというですね、その論理を説明していくと、つまり私というのはですね、超越的な神につながっていく、つまりそこからですね、全て論理思考が始まると。しかし多神教というのはですね、私が何々するとかですね、私は何々であるという、その述語部分というのは非常に多様であるように、多神教というのはですね、そういう人間の日常生活にですね、より密着しているんだということで、2つをですね、対比的に扱っていきます。で、町田さんは基本的に述語論理としての多神教の方にですね、価値を認めるわけなんですけども、しかし、驚くべきことに最後の結論部分でですね、この2つは、これ西田哲学を使っているわけですけども、絶対矛盾の自己同一的にですね、2つは重なり合っていくんだというですね、非常にアクロバティックな形で、まとめられていると、これはどうかなというですね、私は思います。ですから、このある種のですね、葛藤があるんですね。本音ではですね、多神教ということをガンガンと言いたいと。しかし、一方的に言い切ってしまうとまずいので、最後にですね、いわばマジックワードのような形で、絶対矛盾の自己同一をですね、持ち出して、そこでは一緒なんだという形でですね、結論づけてしまうと。こういう例もあります。それから次の例はちょっと長く挙げたんですけれども、現在ですね、この、一頃前はですね、e ジャパン計画、つまり日本の IT、インフラをですね、充実させるという計画がありましたけれども、最近はですね、政府主導で、U ジャパンということがよくあります。U ジャパンの U をですね、ユビキタスということなんですけれども、その単にですね、IT という、これまでの従来のレベルを超えて、このユビキタスコンピューティングをですね、日本社会に根付かせていこうという、政府主導の計画がありますけれども、その中核にいる人の一人が、この坂村健というですね、東大の先生です。これはトロンの開発者としても知られておりますし、それからだんだん我々の生活にもこれから入ってくると思うんですけども、RFID というですね、電子チップです。非常にこの小さいですね、微小なチップがこれから野菜であるとかですね、いろんな商品にこう、タグとして付けられて、そしていろんな、管理のですね、便を図っていくということが、言われていますけども、そのですね、いわば、最も中心にいる人物がこの坂村さんです。で、彼はですね、このユビキタスコンピューティングという言葉をですね、初めて知ったときにですね、そのネーミングにまず驚いたというんですね、非常にうまいと。で、これは私もいろんなところで書いたりするんですけども、もともとはキリスト教の用語です、神学用語です。で、ユビキタスというのはですね、偏在する、つまりいろんなところにあまねく存在するという意味なんですけども、これはキリスト教のですね、生産論、生産式のときにですね、に巡る論争がありまして、皆さんもどこか聞かれたことが、見られたことがあるかもしれませんけども、生産式の時に、これはキリストの血である、これはキリストの体であるという形で、このパンとブドウ酒が、用いられるんですね。で、ただ、これにはですね、非常に大きな解釈の幅がありまして、カトリック、伝統的なカトリックでは、そのまさにパンとブドウ酒が、その司祭が成立する際に、本当のですね、イエスの血と体になる。そういう、やっぱ実体的に変化するという考え方をですね、長くやっぱり、教義として持ってきました。ところが、プロテスタントのですね、派によっては、いやいや、それは解釈の問題であって、象徴的にですね、そういうふうに言ってるのに過ぎないんだというところですね、ずいぶんこれは、議論があったわけです。そこで、つまり、本来ですね、キリストの体っていう、一つであるものがですね、どうしてですね、あそこにもあり、ここにもありという形で偏在することができるのか、そういう、偏在のですね、具合をめぐってのユビキタス論争というものがですね、キリスト教の生産論を中心に、あったわけです。で、これがですね、このユビキタスコンピューティングに、用
用いられているんですけども、この坂村さんはですね、確かにそれはよくわかると。しかし私はですね、一神教的にユルキタスではなくて、八百万の神のユルキタスなんだというですね、最後はこうまとめるんですね。まあ、このあたりはなかなか彼らしいですね、ユニークな発想だなというふうに思いますが、しかしこれもまた、そういうコンピューターの専門家ですらですね、一神教多神教ということのロジックの違いをですね、非常に強く意識しているということを、まあ、この文章は、伺わせてくれます。それから次の文章はですね、これちょっと専門家の言葉としてはどうかなと思うぐらいですね、かなり大雑把な議論がされているんですけども、この、まあ、心理学者としても有名な岸田さん、それから、まあ、小滝さんと2人が対談している中でですね、これも現在のこのアメリカとイスラム圏の争いというのはですね、とにもけしからんということで、この一神教の病理というのがですね、人類の諸悪の根源であると。そしてユダヤ教もキリスト教もイスラム教も一神教が全て消滅すればいいんですけどね、かっこ笑いということでですね、終わっちゃってるんですね。でこれがすごいなというふうに私は思いましたけども、これをですね、笑えるというところがですね、やっぱ日本社会の、まあこのまあ、よく言えば寛容さなのかもしれませんけども、まあ、宗教以外のですね、一つの実情を表しているなというふうに私は思います。もちろんここにはですね、笑えない問題がたくさん、あるわけなんですけども、全てがですね、消滅すればいいと、というふうな一つの結論であります。それから次、これはですね、2003年、バカ売れに売れた本です。バカの壁、もう説明するまでもないと思いますけども、養老孟司さんがですね、そのバカの壁の、最終章の中で、この一神教と多神教の問題に触れています。ですから彼のですね、いわば結論に当たるようなところなんですけども、そこでですね、まあ、いろんな事例を見上げてくるんですが、ですね、まあ、2行目ぐらいから紹介しますと、現代世界の3分の2が次元論者ということには絶対に注意しなくてはいけない点ですということで、つまり世界の多くがですね、一神教の論理で動いているということも、彼はそこにですね、彼は注意を促そうとするわけです。そして、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教は結局一元論の宗教ですというふうに言うんですね。で、そして最後のところでですね、バコの壁というのはある種一元論に起因するという面がある。一元論と二元論は宗教で言えば一神教と多神教の違いになりますということで、まあ、もう端的に言うならばですね、もう一神教、これがもうバカの壁だったわけですよ。人類にとってのバカの壁、それがですね、バカの壁になってるから人類がですね、懸命になって戦争をやめたりとかですね、いろんなことについてのですね、解決をすることができない。このバカの壁が一神教であり、またその原因がですね、一元論的な思考だということで、彼はこれをですね、批判をしています。ところがですね、まあ、彼がですね、まあ、脳科学者であるっていうことのゆえにですね、この宗教についての知識については、まあ、それは十分にないということを、まあ、差し引いてですね、考えてみても、いくつかのですね、基本的な誤りがあります。まず一つはですね、現代世界の3分の2が一元論者っていうのですね、これちょっと多く見積もりすぎです。というのは、現在世界においてですね、大体60億から65億の人口がいるとするならば、そのうちキリスト教人口はですね、まあ、全部ひっくるめて大体20億ぐらいだと言われています。そしてイスラームがですね、大体12億から10億ぐらいだと言われているんですね。とするならば、まあ、ユダヤ教は1億ありませんので、それ全部2つをまとめただけでもですね、それで、まあ、32からですね、5億ぐらいになりますので、まあ、半分、あるいは半分ちょっと超えるぐらいですので、3分の2というのはですね、これ数字的にはこれ言い過ぎであります。それから、イスラム、ユダヤ教、キリスト教がですね、一元論の宗教かどうか、これはですね、宗教学者というか、我々から見てもですね、これは全然そうは言えません。そんな簡単にはですね、一元論か二元論かということは言えませんし、まあ、いろんな問題があります。で、その他ですね、このところにはいくつも例を挙げられるって言いましたけども、最近皆さんがよく目にするものの一つに、まあ、たまたま中澤先生におられますので言及しますと、中澤先生と河合駿さんのですね、まあ、対談とか、あるいはその仏教が好きみたいなですね、本もたくさんその手のものがですね、あると思うんですね。で、中澤先生の、まあ、持論と言いますか、お考えの聞いた通りなんですけども、まあ、しかししばしばですね、河合駿さんの方はもう仏教が好きからですね、多神教が好きっていう次本が出るんじゃないかと次思うぐらいですね、かなりそちらのラインですね、突っ走っておられる感がありますので、やはりそのやっぱりあれだけ影響力ある人がですね、そういう多神教ということを強調する結果ですね、こういったステレオタイプな考え方がどうしても社会の中に強く影響を与えているのではないかなということを私はまあちょっと危惧をしております。ですから、まあ、中澤先生にですね、今度もし、
河合さんと対談するの機会があればですね、河合さんがですね、新教がいいなっていうことをですね、まあ、必ず言うと思うんですけど、その時にですね、ちょっと待ってくださいという形で、ちょっとですね、抑制的に、ブレーキをですね、かけていただけると、非常にありがたいなというふうに思います。で、まあ、それが言ってですね、そしてですね、まあ、今までのことを、ちょっと類型的にまとめますとですね、これはもう本当にいろんなまとめ方ができますが、よく言われているのはですね、もうユダヤ教、キリスト教、イスラームというのは一神教であるからですね、これは対立衝突を避けることができないんだ。つまり、一人の神だけをですね、掲げて、そしてそれぞれがですね、これ自分の神だというんだからですね、これはもう奪い合いになってですね、もう喧嘩するしかないだろうという論理ですね。ですから、これはもうロジカルに、この3つの宗教というのはですね、もう喧嘩するしかない。それがもう喧嘩をですね、運命づけられた。宗教だみたいなですね、そのような印象があります。もちろんこれは、ある種のですね、偏見に過ぎないわけですけども、そういう考え方が読み取ることができます。それからもう一つは、梅原さんなどのですね、まあ、見られますように、それから、まあ、河合駿さんなんかは心理学の立場から同じようなことを言われますけども、現代世界の問題はですね、一神教、あるいは一神教文明に帰するところが多く、その、まあ、多神教こそがですね、一神教的思考の限界を乗り越えて問題解決に、まあ、貢献すべきであるということであります。まあ、もちろん、日本でのメッセージの場合には、日本の一神教がというですね、日本のという限定が、多くの場合があります。それでですね、まあ、今のような現状を踏まえた上で、じゃあ私たちがですね、より正確な知識を得るために、あるいはですね、一体一神教と多神教ということがですね、問題の本質、そういった対立構造が問題の本質でないとするならば、一体何をですね、見ていくべきなのか、何をもって私たちの思考軸とすべきなのかということをですね、これから少しお話をしていきたいと思います。それで2番目、神教の中の多神教理解ということで、一部については中田先生すでに触れてくださったんですけれども、これはですね、神教と言われる宗教の中で、多神教の問題がですね、もう用済みになったりしているわけではありません。そこの内的なですね、課題といいますか、葛藤というものはずっとあるわけです。でまず、どのような位置づけがあるのかということを最初に考えてみたいんですけれども、その原点になりますのが、そこに例としてありました、ヘブライ語聖書、まあ、日本で旧約聖書と言ってもいいんですけども、出エジプト記20章にある言葉です。これはモーセの実戒をですね、有名な塔の戒めを含むですね、モーセの実戒が記されている箇所なんですけども、その第1回と第2回がですね、特にこの場合、重要になってきます。でまず、私に応えてですね、他に神があってはならないという、まず戒め、それからあなたはいかなる像を持つことではならないというですね、この戒めが記されており、これがですね、ユダヤ教の伝統の中にもちろん深い根を張っておりますし、後に生まれた、キリスト教、あるいはイスラムにとってもですね、ここがいわば一つの起源的なですね、部分を持っています。でちょっと時間がなくて、ここ十分に触れられないんですけども、このですね、モーセが実戒をですね、受け取ったときに、この場所はですね、今のそのシナイ半島の、まあ、この山ですね、ホレブ山というその岩の上でですね、彼を受け取ったという聖書は記しているんですけども、モーセがですね、40日40夜でもなかなか帰ってこないと。そして、待ちくたびれたですね、民たちが、結局その、もうくたびれてですね、もう、モーセのことでですね、ワイを楽しもうということで、それぞれが持っている、まあ、金などをですね、集めて、この金の格子のですね、像を作るんですね。そして金の格子の像を作って、そしてその周りでですね、まあ、どんちゃん作業していく中で、モーセが、まあ、現れると。そして怒ったモーセはですね、そのせっかく持ってきたですね、その石板を、ぶん投げてですね、バラバラにして壊すんですね。でこういう、まあ常識的に考えるとちょっと不可解なですね、物語が記されているんですが、実はこのストーリー全体にですね、非常に面白い、メッセージが隠されているんではないかなと思います。で先ほど中澤先生が言った資本主義とですね、キリスト教の関係ということを語られましたけども、資本主義経済におけるですね、貨幣の増殖の問題とこの金の投資というのがですね、実は非常に関係があるわけです。まあ、当時は貨幣ではなくて金ですけども、金が集められてですね、一つの像を作っていく。あるものがですね、集められて増殖していくというですね、そういう、まあ、非常にこの現象的な、プロセスが、そこで、シンボリックに描かれています。次にですね、
この偶像ということの意味について少し考えてみたいんですけれども、この一神教と多神教ということが、まあ、今日のテーマなんですが、いや一神教にとってはですね、多神教が必ずしも相手ではないと、では何が本来のですね、問うべき相手なのかというとですね、それは、まあ、偶像崇拝だというふうに私は、考えます。でこの問題と、この3つの宗教は長い間この関わってきたわけです。で普段私たちはですね、そのことを意識しないかもしれません。これをですね、まあ、もう非常に鮮烈な形で認識させられたのがバーミヤンの仏像破壊の事件だったと思うんですね。これはタリバンがですね、まあ、世界 の人々が注目している中で、バーミヤンのですね、仏像を破壊するということを私たちも目の当たりにいたしました。そして、これはですね、イスラム世界の中でも解釈が分かれていますが、いずれにしてもですね、その彼らの一つの理由はですね、ああいうこの仏像のようなものを、つまり偶像をですね、そのまま放置することができない、つまり偶像破壊のですね、行為として、まあ、バーミヤンのですね、まあ、仏像が破壊されたということがあります。ですから、ただですね、まあ、このことの意味をちょっと考えてみたいんですけども、ヘブライ語聖書の中で、先ほど言いましたようにモーセの10回のですね、第2回において、いかなる偶像の拝んではならないということが記されて、おります。でそれが今偶像礼拝という言葉で要約的に語られているわけですけども、ここではですね、もともとのヘブライ語の言葉は、まあ、アボダザーラーという言葉なんですけども、これはですね、何も物質的な像だけ、つまり視覚的に見えるですね、像だけを意味していません。いわばその視覚的に見える像のこと、いわば偶像のことはですね、ペセルという別のヘブライ語があるんですね。ですからここで言ってるその像を作ってはいけないというのはですね、ペセルというその目に見える像だけではなくてですね、例えば人間の精神力、人間の精神性が生み出すようなさまざまなイメージ、バイオタシステム、そういったものも含むですね、非常にその広い解釈の射程を持っているということです。でもちろん偶像崇拝とは何かということについての理解はですね、非常に長い解釈的伝統を持っているんですけども、少なくともですね、それは偶像、視覚的に見える偶像に限定されるものではないと、このことは非常に重要な点ではないかなというふうに思います。ですからこれはいろんなその定義の仕方ができるんですが、私はですね、非常に、まあ、大雑把な概念としてそこに書きましたように、人間の欲望、願望、欲求によって作られ増殖するものやイメージ、シンボル、システム、構造、そういったものをですね、まあ、偶像とですね、現代世界において読んではいいのではないかなというふうに思っています。でこれはですね、人間が頑張って作り出すようなものだけではなくてですね、一旦作り出してしまったや否や、人間のそのコントロールの手を離れて、あるいは人間のコントロールに抗ってなお自己増殖するようなシステムというのが世の中にあります。これはおそらく経済がそうだと思うんですね。人間がですね、生み出したものに違いない。ところがですね、人間が一旦できてしまったものに対してですね、人間が手をつけることができない。経済のシステムであったり、あるいはその、まあ、なんて言いますか、その政治的なですね、この暴走の具合であったり、いろんなことがありますけれども、そういうものも含みます。それは中田先生の先ほどの言葉を借りて言うならば、まあ、価値の増殖ということもですね、ここにはめることができるかもしれません。ですから、まあ、そのようなですね、非常に偶像崇拝というのは古典的な、まさにですね、非常に古典的なこの命題でありながら、同時にですね、現代社会においてもですね、この言葉が問われる、そのような意味内容を持っているということです。で次にですね、その偶像崇拝の意味を少し拡大して理解した上で、考えたいのはですね、見えざる偶像崇拝への、まあ、洞察ということで、ここでは見えざる偶像崇拝が、まあ、しばしば構造的暴力の温床となるというですね、これパッと読んだだけでは分からないことを書いていますが、これはですね、私が少し重要だというふうに考えている点であります。で構造的暴力とは何か、これはですね、いろんな説明の仕方があるんですけれども、その有名なものとして、ヨハン・ガルトルというですね、平和学者が定義しているですね、暴力の定義をそこに挙げておきました。ある人に対して影響力が行使された結果、まあ、その人が現実にですね、肉体的、精神的に実現し得たものが、その人の持つ潜在的実現可能性を下回った場合、そこには暴力が存在するというですね、定義です。で、このですね、構造的暴力に対峙されるのは直接的暴力ということです。つまり、人と人がですね、殴り合う、拳を持ってですね、殴り合う、これ直接的暴力です。あるいはですね、殴り合うだけではなくて、ある刃物を持って刺し殺したりとか、あるいは大量破壊兵器を持ってですね、
人の命を奪う。これ全て直接的暴力なんですね。しかし、この暴力というのはですね、そういうふうな人間の身体に直接的に影響を与える、損壊を与えるような暴力だけではなくてですね、構造的な暴力があるという、そういう指摘というものはですね、もうこの社会学、特に平和学の中では、長くされてきております。これはもう少し具体的に言いますと、例えばですね、ある社会において明らかな経済格差がある場合、あるいは差別がある場合、そこにはですね、大きな暴力があるということです。つまり、ある社会でですね、大きな格差がある場合に、子供はですね、そのことの上に学校に行けない。つまり学校に行けないでですね、ストリートチルドになって、道路でですね、物乞いするしかない。すると、その子がですね、本来、もし教育を受けていたとするならば、成し得たであろうさまざまな可能性が、それによって一気に狭められるわけです。そこにはですね、構造的な暴力があるというふうに考えることができます。あるいはですね、日本の社会でだいぶ変わってきたというふうに言われますけれども、ただ女性が女性であるというためだけにですね、就職においてですね、差別をするとする、されるとする。するとですね、そこにやっぱり構造的な暴力があるというふうにこれ言うことができるんですね。あるいは別の言い方をするならば、もっと大きく文明論的に考えるならば、西洋文明というものがですね、より優位にある、価値のある文明であるとする。そしてですね、イスラム文明、イスラム世界というものはですね、経済的にも劣っている、そして文明論的にも劣っている、つまりよりですね、下位の劣った文明として見なされるような、そういうふうなですね、価値の序列構造というものが、一般化されている社会の中ではですね、やはりその、ムスリムの人たちというものは、自分たちのですね、本来の自由ということを満喫することができない、享受することができない、そういうですね、意味でそこに構造的暴力があるというふうに、言うことが、できます。ですから、さまざまな意味での人種差別、あるいは宗教差別、そういった、あるいは性差別、そういったものがですね、存在するところにはですね、構造的な差別があると。で、これがですね、そのまず理解の前提なんですけども、なぜですね、その偶像崇拝がそれと関係があるのかということです。で、この偶像崇拝によってですね、が見るべきものは、むしろ見えないシステムである。そのことを私は先ほど言いました。これは資本主義のシステムである場合も当然あり得るわけですけども、現在ですね、この、地球規模で考えるならば、南北の経済格差、そして私たちはそのむしろですね、富を享受している方ですけれども、そのですね、負の部分というものを押し付けられているのは、南の世界であったり、あるいはイスラム世界であったり、これはするわけですね。で、そういう中でですね、大きなこの経済格差というものがですね、人々の生活を苦しめたり圧迫している。それからですね、例えばアメリカという政治的な力によって、コントロールされているとするならば、それがいわば見えざる偶像としてですね、この要するに完全に現れてくるということがあり得るわけです。で、このことをですね、私たちに非常に、分かりやすい形で示してくれたのが 9.11 同時多発テロ事件ではないかというふうに思います。あそこではですね、ワールドトレードセンターが破壊され、そしてペンタゴンのですね、一部が、破壊されたわけですけれども、ワールドトレードセンターというのはですね、これはまさに資本主義経済のシンボルであります。つまりこれは資本主義というですね、いわば偶像がですね、あそこに立っているという見方もできるわけですね。そして、ペンタゴンというのはですね、軍事力のシンボルです。軍事力によってですね、人を抑圧するというその力の偶像がそのペンタゴンにおいてですね、立ち現れているというふうに見ることもできる。つまりそういったですね、いわば偶像、資本主義の偶像、あるいは軍事力の偶像というものを破壊することによってですね、いわば、その偶像破壊、その偶像崇拝の禁止というですね、命題を果たそうとしたと、そのように理解することもできるのではないでしょうか。もちろんあの場合においてはですね、たくさんの命が奪われましたので、私たちはテロリストの行為をですね、もちろん何らですね、許容することはできません。しかしあの行為を見ながらですね、同時に、そのことに対してですね、なんていうかな、ある種のこの賛意といいますか、テロリストに対する同情のようなものがですね、やはりいくつかの地域であったということもこれは事実なわけですね。ですからこういうですね、要は矛盾した現実、同じ人の命が奪われながらもですね、それに対して深い悲しみを覚えるものと、そして同時に、それに対してですね、ある種の同情が引き起こされるような、部分とですね、このことのですね、間にですね、やっぱり偶像というものがですね、立ち現れているという、そのことを私は見ていくべきではないかなというふうに思います。で、ちょっとですね、ここで時間取りましたので先に進みたいんですけれども、
つまり一神教にとっての問題というのはですね、むしろ偶像であり、その偶像崇拝の問題というのはですね、今日的な問題、極めて今日的な問題であるということを、ここでは指摘しておきたいと思います。ですから、これはですね、ブッシュ大統領が、その黄金テロということでですね、テロに対する戦争ということをですね、果敢に主張いたします。これはテロというですね、直接的暴力を防ぐために一体何ができるかということをですね、政策的にあるいは軍事的に考えるわけですね。ところが、直接的な暴力ですね、いくら高いだとしてもですね、こういった構造的な暴力が存在する限り、テロの根っこっていうものはですね、なかなかなくならないわけです。ですから、ここにおいてはですね、本当にそのテロの根っこ、あるいはそれを本当にですね、トータルに問題解決していくためには、例えば、この一神教世界によってですね、偶像と見なされているものが一体何なのか、このことをですね、もう少しリアルに考えていかなければ、本当の意味でテロとの戦争ということをですね、成功させることはできないというふうに私は思います。それから、ですね、次、一神教における神理解ということで、このキリスト教の場合とイスラムの場合にですね、少し分けて簡単に説明をいたします。でキリスト教の場合には、この唯一なる神という考え方、その言葉がですね、もう聖書の中に現れております。しかし、これもですね、もちろん排他的な原理、例えば一神教はですね、他神教に対してこの抑圧するようなですね、そういう原理として描かれているわけでは必ずしも、ないわけです。この一つだけローマの信徒の手紙から挙げましたけれども、これパズルという人がですね、こういうふうに書いてあるわけです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。というふうに彼は語っています。でここで異邦人と言われているのは、パウロがですね、伝道しようとしていた、地中海世界、つまり、ギリシャやローマのですね、影響を受けた人たちですけれども、彼は基本的に多神教徒です。多くのですね、つまり例えばギリシャの神々を、日常的にですね、信仰する、そういう人々なんですね。しかし、そういう多神教に対してですね、パウロはですね、一神教をこの排他的に当てているわけではなくてですね、ある種、キリスト教の都合のいい言い方ではありますけれども、神は唯一だから、つまりユダヤ人であるとか、異邦人であるとかという区別はもうないんだという形ですね、むしろ包括の原理として、この、唯一の神という言葉をここでは用いています。それから、ですね、あと三位一体論についても少し触れたかったんですが、これはちょっと時間がないのでですね、割愛いたします。ただ、三位一体論、先ほどの中田先生の話の中では、三位一体論がですね、多神教的なシステムを、非常に巧みに組み込んだものだっていうふうにおっしゃったんですけれども、これは、なんていうかな、伝統的なキリスト教の神学から言うとですね、ギクッとするような感じのことをですね、普通はそうはなかなか言いません。から非常に面白いことを聞きましたけれども、もちろんキリスト教の中ではですね、多神教というものを組み込んだものとしても三位一体論というのはそういう理解というのは普通はいたしません。で、B のイスラムの場合ですけれども、ここについてもですね、タウフィードについては中田先生が触れてくださいましたので、そこに書いております。で、イスラムの場合にはですね、もちろん中田先生が触れた例の以外にもですね、聖者崇拝であるとか、それからシーア派のですね、イマーム崇拝、そういったものもございますので、多神教的な要素があるということは確かなんですね。しかし、それにもかかわらず、だから多神教をですね、許容するかというとですね、それはまた別問題だと思います。やはりタウヒードであるということにですね、徹底してこだわる。これがやっぱりイスラムの根本なので、そこはですね、また後で中澤先生に聞いてみたいというふうに思います。それから3番目、日本およびアジアにおける多神教の影響ということで、日本はですね、一体どういう形でその影響を受けているのかというのは、なかなかその、測る基準が難しいんですけども、これはですね、一昔前であれば、松尾芭蕉とかですね、あるいは宮沢賢治なんかの作品を通じて、ここに日本の自然観が現れているとかですね、ことを言うことができたんですが、残念ながら私がですね、抗議している今風の若者に対してはですね、これも全く通用しません。宮沢賢治の時間もですね、誰も読んでないんですね。でこれはもう本当にお話になりませんでして、むしろ彼らにとってですね、共通のいわば自然観なんかを提示してくれるのは、ここに挙げているのはですね、このスタジオジブリが提供している宮崎アニメです。この中で語られているですね、描かれているこの自然観であるとか神観、これがやはり世代を超えておそらく日本の中では共感を得ると思うんですね。一番ですね、最近の千と千尋の神隠しなんかはですね、多くの方が見られたと思うんですけども、そこでたくさんの神々が出てくる、ああいう姿というのはですね、我々にとってはそれほど違和感を持たないものであります。で、2番目にですね、その多神教の問題で、多神教と言われた場合に日本では、神道、それから仏教のことが挙げられます。
で、ここではちょっと一つですね、神道の例を挙げておきたいんですけども、もう詳細には述べません。一つはですね、より詳細に知りたい場合にはここに挙げている参考文献ですね、読んでいただきたいんですが、まあ、国内その明治時代以降のですね、神道の例を少し考えてみてもですね、国内においては特にこの井上さんの分析によるとですね、この教派神道などが非常に強い形で、まあ、キリスト教に、まあ、この敵対的なですね、運動を展開したということが指摘をされています。それからよりですね、まあ、問題が大きかったのは海外神社の問題です。で、これはもういろんな研究がされているんですけども、よくですね、多神教だから、多宗教に対して寛容だという言い方がありますけども、これは海外神社に関して言うとですね、これは神社参拝の強要ということをですね、これはやったわけです。朝鮮、中国、それから台湾等でですね、神社崇拝、崇拝、それもちろん天皇崇拝、そういったことの、まあ、強要ということもですね、まあ、いわばその一番の前線基地を、神社が、海外神社が担ったという経緯が、あります。ですからこれはですね、実際その神社、あるいは神社の名前がつかなくてもですね、実質的にそのような機能をしていたものはですね、全部合わせるとアジアだけで、1600以上あったというふうに言われています。ところが、それらがですね、この日本の敗戦を聞くや否がいないですね、ほとんど全てがですね、焼き討ちにあったりとか、つまり破壊的な行動を受けてですね、もうローカルの人、地元の人々たちによって、壊されてるんですね。つまり神社というものがですね、何かその人々の間にですね、寛容な形で根付いていたわけではなくて、むしろ、抑圧のシンボルとしてあったがためにですね、そういう破壊の対象になったということが、考えられます。ですから多神教、あるいは神社、その神道であるからですね、多宗教に対して寛容であるというようなことはですね、この近代史の一側面だけをとってもですね、簡単には言えないだろうということが、言えます。それから仏教に関してはですね、もうここでは多く述べませんけれども、一つだけ指摘すると、梅原さんがですね、よく言っている言葉に仏教は多神教だという言い方があります。しかしこれはですね、非常にクエスチョンマークがつく言葉ですね、仏教の専門家に聞いてもですね、ちょっとそれはまずいですというふうに言います。ところがですね、問題はまずいでというふうに言いながらですね、誰も専門の仏教学者が梅原さんに文句を言わないんですよ。だからですね、もうあのままですね、言い続けられるわけですけども、やはり仏教は多神教だというふうにですね、そういうふうに言いやすい、例えばその真言宗とかですね、そういう密教系の仏教などはそういうことが比較的言えるかもしれませんが、しかし他の宗派に関してはですね、それは、まあ、ある種仏教に対する間違った見方であるというふうに言わざるを得ません。それから他のですね、アジアの国々についてもちょっと、これ触れたかったんですけども、もう終わります。はい、ここではですね、もうこの必要であればこういうアメリカのですね、国務省が出している、レポートをご覧ください。ここではもうちょっと感心するぐらいですね、詳細なレポートがありまして、まあ、日本を含めて、多神教的な、いわば風土を持った国々においてですね、必ずしも宗教的な寛容が達成されていないということが、これは各地の例からも見て取ることができます。ですから多神教だからですね、問題がないとかですね、そういう言い方はですね、実際の現実に日本の国内においてだけでなくですね、アジア全域においても言えるということです。そして最後、4番目もこれでですね、終わりたいと思うんですけども、文明の相互理解の指標を求めてということで2つの軸を出しておきました。一つは、この一神教と多神教の対立をですね、ことさらに強調するのはですね、学問的にも正しくないということは今まで繰り返している通りです。で、よりですね、我々が見るべき問題というのは、それぞれの宗教の中におけるですね、この穏健派とかリベラル、そういったもののグループと、そして、よりですね、ファンダメンタルな、あるいはですね、我々は過激なグループに至るですね、その2つの間における葛藤の問題なんですね。これはアメリカの大統領選挙によって今非常に象徴的に現れていますけれども、そういうですね、2つの緊張関係というものが場合によって非常に激しい形で衝突することが、あり得ます。で、先ほど中澤先生が例に出してくれたヒンドゥー教に関してもですね、これは同じことが言えるんですけれども、もうインドはですね、ネル首相の建国以来ですね、世俗主義でやってきましたけども、このヒンドゥーナショナリズムがですね、最近非常に力を持っているわけなんですね。で、まあ、ヒンドゥーという言葉自体がこれはヨーロッパ人から与えられた、まあ、名称ではありますけれども、この
なんていうかな、まあ、一神教であるような、なおかつ多神教であるようなヒンドゥーの中でもですね、結局そういう穏健の人たちもいれば、ヒンドゥーナショナリストのようにですね、非常に過激な形で、他の宗教を抑圧したりですね、あるいは殺害したりするというですね、そういうことがなかなか収まらない。これが一国の中におけるやっぱり問題として、あるわけです。ですから、我々が現代世界において見るべき問題というのはですね、一神教と多神教という対比関係ではなくて、いわばそれぞれの宗教内、あるいは文明内におけるですね、そういう穏健派リベラル派と、そのよりファンダメンタルな人たちの戦いをですね、どういう形で折り合いをつけるべきなのか、このことこそが、やはり、国際社会における、まあ、焦燥の課題だというふうに思います。それから第2番目、文明論的な視点からということで、まあ、これ大体ここ読んでいただければ、分かるように書いておきましたけれども、このですね、一神教と多神教という問題設定自体は、何もですね、最近ようやくですね、現れてきた、枠組みではありません。実はこの近代の彫刻論であるとか、あるいは戦中のですね、アジア主義というふうなことに代表されるようにですね、つまり日本は非常に特殊であって、そして西洋文明のですね、誤った道をですね、この修正しなければいけない。そういったですね、彼らが、克服できない問題を我々こそがですね、解決していかなければならないといった、こういったものの考え方というのはですね、戦前からもあるわけです。それが時代の節目ごとにですね、名前を変えて現れてくる。その一つのですね、亜種であるというふうに、考えることができます。ですから、一神教と多神教という場合ですね、ここで言っている一神教というのは、日本の側からですね、ある種勝手なイメージをした、つまり内容はよくわからないけども、勝手なイメージをしてですね、オクシデンタリズムというふうに言うことができますし、それから、まあ、オリエンタリズムという言葉を使うならばですね、つまりそれは西洋から東洋をどう見るかという視点ですね、オリエンタリズムというのをよく言いますけども、この日本はですね、こんな多神教を持っている、これをですね、世界に情報発信していかなければならないというのは、いわば、盗作したオリエンタリズム、つまり外向きに対してですね、私たちはこんなものを持っているんですよということを実態とですね、離れた形で、語ってしまう、そういうですね、リバースオリエンタリズムのですね、まあ、象徴的な表現であるというふうに、ここでは語れるのではないかなというふうに思います。ですから、まあ、私たちがですね、本当に文明の相互の手法ということを求めていくならば、この神教とか神教ではなくてですね、その内部における構造、その緊張環境をよく見なければなりませんし、そして、この、何て言いますか、本来ですね、何を見るべきなのかというですね、それを一神教と多神教という問題設定を隠してしまうような気が私はいたします。ですからそういうですね、偶像的なイメージを一旦取り去った上で、よりですね、具体的な課題に私たちはもう少し、コミットしていくべきではないでしょうか。これでは私の話を終わります。申したように、まず中澤さんにポーラさんのプレゼンテーションに対してですね、しばらくリスポンスをお願いしたいと思います。今日のこの話は絶妙だと思いますけど、おのおの後に狂言学というのが、日本の芸能がうまくいくような感じで、僕は東京から来たところもあって、ちょっとおのお風に緊張を要する話をしたんですが、小原さんがよく届いてくださいまして、これから話がうまくいくですね。で、この講演の最初のところに、お客さんのその一神教とか神教を巡るこの言説ということです。私自身もこういうのを読んで非常に愚劣だと思い続けていました。確かに一理はあります。この確かに一神教と多神教の対立という形で語られているものの奥に何か本当別の対立があるんだろうな、それを表現するために一神教と多神教という言い方をしているだろうな、これは確かにあるだろう。そして私たちがこの日本列島に行って見解してきたと社会の中に生きてきて、そして、近代化を実践して、そして今日のような社会に直面していながら、しかし自分たちが日常生活の中で感じたり、思ったりしていることが、私たちの意思とは別のところで進行している、もう嫌悪なく進行していってしまうものに違和感を持っているというのは確かに、この違和感の根源を表現してみるために、神道と多神道という言い方が果たして正しいかという疑問があります。私もこの言い方は正しくないと思うということを言うために、今日のお話を、しました。で、先ほどお話しても冒頭で、一神教というのは私は法的宗教であると言いました。
ました。今日の話はこの公的イシューのいいところを取り上げて非常に褒め、あげ、あなたは私が配慮する敵ではない、私たちは共に戦う機会になるというために話をしていました。で、このおそらくは一神教と多神教という言葉で語られているのは多く違う軸がある。で、その軸は一つの軸は、まあ、パラソンが出されたこの偶像崇拝なんです。で、日本人は確かに偶像イメージというものに対して、非常にだらしくない質を持っています。で、しかしこれはもともと日本人がイメージというものに対してだらしくなかったかというとそんなことないんですね。日本の先ほどから出ている難しい言葉で使うのは非常に難しいが、神道というのは神を形に描きませんでした。長いことになるんです。これ描くようになったら何かというと仏教なんですね。仏像が出現して、神道がこれは自分たちの神様も像に描かなきゃなんか遅れた感じがするっつって、作り始めた。もともと神道の中には偶像拒否っていうものがあります。で、この特性というのはおそらく非常に古いところまで遡って日本列島に形成された文化の特質に刺さっているんですね。ですからそれを考えてみますと、ここでもそのじゃあ今みたいなこの映像というものに対する本当に垂れ流しのような状態になってしまって原因って何なのか、それが例えば生活空間における規律の喪失や、まあ美しく、まあ、美意識の喪失というようなものとも深いところでつながっているというのはよく分かります。で、この映像の氾濫というものに対する抵抗の原理というのは一体何なのか、これをよく見極めていかなければいけないと思うんですが、アメリカ先住民なんかも映画のようなものを大変軽蔑していますし、これは一心、戦勝に関のにおけるその神の命令としての、偶像批判否定ということとは別のところからの、偶像に対する、否定というものを現実的にできるんじゃないかというふうに考えています。けどまあ言うんですが、僕は否定は好きです。否定が欲しいと切に願うくらいで、この十戒の文書というセリフというのは何度も読んで、まあ無理なことを言ったもんだなと思う同時に、この精神は受けてるかもしれませんね。聞かせると同じくらい思って、小説家のカフカが、私に一歩遅れと叫んでいましたが、この気持ちは僕の中にありますか。ほとんど共感、愛とかを持って、私には立法が必要だと思う。そしてその立法を聖書とは別のところから引き出すことができないかと思って行っているのが自分の探求のような気がします。小原さんからお願いします。そうですね、ちょっと今後の議論を引き起こさず少しだけですね、質問も交えたような形でコメントしたいんですけれども、まあ、旧石器時代からのですね、人類の宗教的営みの中では結局一神教多神教という区別はですね、まあ、むしろ意味がないと分離することはできないんだというご指摘が、ありました。まあ、それが一つの我々の出発点、思考の出発点だと思うんですね。で、そこで、まあ、私がちょっと感じたのはですね、まあ、これは本当に言葉遣いが結局最後難しくなるんですけども、そこで例えば男性秘密結社がやっているものに対して神教的というふうに呼んだりとかですね、あるいは女性たちがやっていることに神教的というふうに、名付けてしまうと、どうしてもこれ現代の用語とですね、ダブってしまうというか、現代の意味がそちらにこうかぶさって、やはりその見るべきものが見えなくなってしまうという感じがちょっとするんですね。で、それはこれはですね、人間の認知レベル、特にその、まあ、認知考古学とかそういったところで、まあ、いろいろ言われているところなんかをですね、考えても、おそらく中澤先生がですね、言われたその、一神教的な、その、いわばこの、なんていうか、
宗教性っていうのは、おそらくこのメタファー、人間のですね、隠喩的なものの認知能力に当てはめることができますし、それから多神教的なものですね、むしろ勧誘的な、そういったことに言えるんじゃないかと思いますね。勧誘というのはですね、何かというと、これちょっと説明でありますけれども、要するにそのいろんなものをですね、意味をですね、交換して、例えば動物であるとか人間であるとか自然であるとか、そういったものがですね、もう要は同列的にいろんなものを意味交換されていくような、そういったレベルがあるんですけれども、そういう認知レベルにおける別の用語を控えて説明した方が、より適切ではないかなという感じは少しいたしました。で、その中でですね、結論として、一神教が一つのですね、その結論の中で、一神教の中にもまた神教的な要素があるから、イスラムの場合にはですね、アンダーさえ認められていれば、信じられていればですね、別に多くの他の神々がいてもですね、それを否定する必要もないし、実際歴史の中では否定したことがなかったのではないかということだったんですが、もちろん私、イスラムの専門家ではありませんけれども、これはちょっと違うんじゃないかなという気もするんですね。というのは、一つの神、自分の神を信じるというふうに、いろんな神様の人が言うことは分かっていながら、私はこの神を信じます。この神以外はですね、浮気はしませんというふうに、いう考え方はですね、神教というより、唯一神教というよりかは、排一神教ですね、一人の神だけを拝むという、そういう、よく言われるカテゴリーに、入れられたりしますので、何かその、なんていうかな、その実際の宗教形態をもって、多神教と一神教のですね、共存というふうに言っているのはちょっと難しいかなということも少し感じました。ですから、実際にはそういうものが忍び、消しがたくですね、いつでも侵入してくるわけです。これ、キリスト教の場合もイスラムの場合も同じだと思うんですけども、それにですね、なんかこう、いつでも抗っているような、そういうような精神構造もありますので、ある部分言わんとしていることはよく分かります。それでそれについて中田さんからまた意見聞きたいんですけど、あんまり時間がないのでちょっと別の問題に移りたいと思います。それで中田さんのお話の最後の部分ですね、時間がなくて本当はもっとじっくり聞きたかったこのグローバリズムと資本主義の問題ですね。それがグローバリズムが問題であるということを指摘になったわけですね。でその資本主義とそれから三一神教ですね、同じ構造を見たりと、でそこからそのお話になったのは、キリスト教なり宗教の影響力がこうなくなっていくと同時に、あるいはそれに代わって今度は資本主義がですね、この非常に大きく出てきてですね、そしてそれが今日グローバリズムという形で世界を支配して、そこがこう問題だというふうにおっしゃったと思うんですね。で、それは一神教と多神教の問題じゃなくて、他にも問題があるんだと。で、グローバリズムだと思うんですけれども、グローバリズムとやっぱり今日の宗教というのは非常に関係があるわけですよね。だからアメリカ的なグローバリズムもあるし、それからそれに反対してくるいわゆるテロリストのグローバリズムゼーションというものもある。問題になっているのはそういうこの宗教の形というのが今日問題になっていると思うんですけれども、その中澤さんは今日のそのグローバリズムの問題が宗教的に見てこのどこにその原因があるのか、どの点がこの問題だと思っておられるのか、そのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。そうですね、グローバリズムというのはいろんな形を取るものだと思うんですね。でイスラム教もキリスト教も今のような形に発達を遂げる一番大きいインパクトを受けたのっていうのは実は文句結構問題であったろうと思われるんですね。で世界宗教、普遍的な宗教を目指した、別にイスラムはもともと普遍的な宗教をそれほど強烈に持ってたわけではなかったと思うんですが、ジンギスカンの、モンゴル帝国がちょうど日本の鎌倉時代ですか、地球上を席巻していきますけれども、このモンゴル帝国というものの存在が非常にイスラム教と後のキリスト教の発達に大きい影響を与えたと考えることができると。でこの、モンゴルの宗教は何だったかというと、これは一神教でも何もないんですね。シアヌイズムの宗教です。
しかしこのシャモニズムの宗教は天の高きところにある絶対的な神というのが存在しています。そしてこれをあの霊的な能力を持った人間が媒介するという構造を持った宗教ですが、このイスラムの宗教が、イスラムの宗教が、モンゴルの国家としていうのが当時のイスラム諸国をも席巻し、そしてキリスト教世界をもダメージを与え、そしてそれが次の社会を作る大きな源になり、今日のようなイスラム教が今日のような姿になったのはおそらくこのモンゴルの影響が非常に大きいのではないかとおすら、言われています。というするとここでは何かこの、国家というものを超えていく力、国家の枠を破壊していくものというものがこのモンゴルの問題で浮上してきますけれども、ここにその普遍宗教と国家の問題というのが、複雑な様相を持って立ち上がるのではないかと思います。普遍宗教は最初から、国家の枠を乗り越えようとしますが、この普遍宗教は国家なしには生まれることはありませんでした。非常に最初から矛盾した性格を持って誕生しています。でアメリカが今日今行使しているこの、覇権の根源というのを考えていますと、その背後に、国家を超えていくものというものがあります。それは経済活動を通じて民族国家の枠を破壊していこうという傾向する。それから生活形態、ライフスタイルですね、それを単一化していくことによって、民族的な独自性を破壊していく。しかしそれをアメリカという国家がこれを先導していくという非常に複雑な入り組んだ構造をとっています。ですからあの今日後半でもしお話しする時間があるとしたら、この宗教と国家とそして経済という問題に入っていかざるを得なかったと思います。そうなると実はあの問題をどういうところから考えていかなきゃいけないかというと、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教と一神教とか仏教とかいう枠を超えて、つまり一神教と多神教の対立軸を超えたところのレベルから問題を見ていかなければいけない。その問題を見ていくレベルはどこで設定していくかという話を今日はちょっと片鱗の話をしたいですね。あの、神教、男性秘密結社の一神教と女性の多神教という言い方がちょっとずさんないんじゃないかと。確かにずさんないんですね。で、ずさん処置で、こういう話がしないと学校の講義じゃないから、なかなか聞いてくれないあの嫌なんですけども、これはね、ただこういうことなんです。あの陰影と陰影という話をしましたけども、これはちょっと違うんですね。陰影とか陰影っていう、要するに比喩を使って他の領域のものを重ね合わせたりずらしたりする、これが人間というものの思考方式です。ネアンデルタールはその思考方式しなかったんです。私たちだけが重ねたんです。で、自由度が発生した。ただこの自由度が発生すると同時に違う脳の中の領域を自由に横断流動していくものが発生しちゃった。この自由に横断していく知性体というのは何か、これはまさに形もないし姿もないし、居場所も持たない、まさに、偏在しながら形も持たない、これが、我々の脳の発生者っていうことですね。これを一体どう、これをどうやって、捉えていくかというところで人間の、宗教思想の努力というのが重ねられてきたと考えると思います。この脳の中に発生する流動的な2つの居場所の中で、しかしこの世界のあらゆるところに偏在し、私たちの心の根幹を作っているものについての意識というのは、あの日当たりの良いベランダのところでおばちゃんたちの子供をあやしながら、やっている種いる、自然な私の宗教なんてなかったと思ってたろうと思うんですね。これはかなりハードな、ハードな宗教というのかなと思います。思い出しますけど、あのどうあの
で実際にあの動物の中では二酸化炭素を吸うこととか、あとキノコを使ったりとかですね、そういうことを行う、そ の, あの、まあ、一種原発作用を使いながらも人間の心の奥底の中に実在する、あるいはそれを人間の知性が見えるように捉えることができるようになったもの、形も持たず恐るべき力を持って誘導しているもの、これを意識の表面に浮かび上がらすことができたのは動物の宗教であろう、こういう話なんですね。だからこれは神教というのは意識からなんだと思いますが、アタンスというのも遠からずだと思います。で、ここのレベルまで実は問題を引き下ろして根源的に考えないと、今日の社会に起こっていることは、根底的に考える、思考することができないぞということを、私は 9.11 の時点からメッセージとして受け取ったんですね。あのそれは、経済は宗教である、宗教は人類の思考である、その根源に至って考えない限り、私たちは今日の人類が抱えている大きなこのデッドロックのようなものを超えていくことができないだろう。そういう意味では、もし、まあ、マルクスのような人が今生きていたとしたら、あの9.11 の事件を見たとき、先に宗教の問題に至るだろう、そして彼の資本論というのを書き換えるだろうという、そういうことを私はお話ししたかったな。ありがとうございます。あまり時間がもうなくなってまいりました、ここでですね、皆さんから質問を受けたいと思いますが、あまり数をですね、数多く質問を受けることができません。でまずですね、最初、小原さんに質問のある方の質問を受けます。そして、次にですね、中澤さんへの質問、それぞれも申し訳ないんですけれども、一つずつぐらいにさせていただきたいと思います。でお手を挙げていただきまして、マイクが参りますので、お名前とそして自分のご所属を お話しくださって、質問を短く簡潔にですね、お願いしたいと思います。はい、それでは、小原さんへの質問。はい、それでは前の方にお願いします。1階のサラリーマンです。小原先生にお聞きしたいんですけれども、中澤先生の目から鱗という感じでよく分かったんですけども、小原先生の、一神教と多神教の違いがよく分かりません。あのベースになっているものがですね、それから例えば私、まあ、あのイスラームはですね、スペインとかオスマントルコがやってきたのは非常に寛容的で、あのそこでキリスト教徒とかユダヤ人と一緒に暮らしてきたというふうに私は思っておるんですけれども、そのあたりはどういうふうに見られているのかお聞きします。あのまずその一神教とは何かとか多神教とは何かということの概念規定をしようと思うとですね、これかなり面倒くさい話なんですね。ですからこれは今日はしませんでしたと。で、あのこれは村田先生少し触れられてましたけど、非常に近代的な概念です。遡っても200年遡れないぐらいですね、非常に新しい考え方ですけれども、あのそれはあの、まあ、宗教者からの話だとかいろいろありますので、あの、まあ、ここでは定義はしていません。ただですね、私が大事にイメージしているのは何もそういう学問的なあの概念の歴史がなくって、一神教ということによっては具体的に、ここでユダヤ教、キリスト教、イスラム、まあ、この3つの宗教のことを、まあ、意味しているというふうに考えていただければそれで十分です。でただあの概念発生の段階ではですね、もちろん違う理解があります。その初期 その一神教概念というのはキリスト教神学の中ではもうこれは自分たちの、自己理解の一つとしての一神教ですから、例えば100年前200年前の、ヨーロッパの神学者たちの理解と我々が一神教ということによってイメージする意味内容と全然違うんですね。それからそのあのかつてですね、例えば いろんなところで、例えばユダヤ教、キリスト教、イスラムのですね、それぞれがその比較的うまく共存していた時代があったんではないかということ、これはあのその通りです。で特に、ヨーロッパ史の中で言いますと、十字軍が起こるまではですね、これはもう多かれ少なかれ、うまくやっていたと言っていいと思うんですね。でもちろん小さいあのいざこざはあったかもしれませんが、しかし基本的にはですね、例えばイスラム世界の中でユダヤ教徒もいるキリスト教徒もいる、これが生活の基本形です。そして、キリスト教の中でもですね、反ユダヤ主義的なもちろん抵抗というのは若干あったとしてもですね、ユダヤ人たちがやっぱり一緒に住んでたわけですね。
が、これがですね、大きく変わってきたのが、やっぱり旧日時代の十字軍です。ですから、十字軍以降、その各それぞれの宗教の違いというものがですね、非常に強調されて、そして、その、いわばクルーセードという言葉はですね、ブッシュ大統領の言葉に、口にですね、上るぐらいに、いわば歴史的に終わったものではなくて、異教徒への戦争とか戦いというものがですね、今なお繰り返されるこのシンボリックな言葉になって、受け継がれているという意味でもですね、十字軍以前ということで、分けて考えた方がいいかなというふうに思います。すみません、さっき、神道という言葉なんですが、この、と言われても日本近代史の神道というのは、廃物希釈、神道分離令というのは、以後の神道というものなんですね。で、この神道はそれ以前にある神道とも、同じ神道とは思えない違う神道になっちゃうという気がするんですね。それに関する批判、例えば靖国問題なんかに対して、ギリシャの批判というのは、これはよろしいんですが、そうすると、それと一緒になって、その、以前の神道というものまで一緒になってひっくるめて否定しちゃうようなキリスト教徒 の批判というのは目にするんですね。そうするとこれはちょっと違うぞっていう気がするんですね。でこのことはっきりさせてもらえると、例えば梅原さんなんかが言ってるその神道神道神道と神道だという言い方、これは明治以前 の神道集合時代のしかし、これは、もう、しかし、これは、すぐに、今の神道、国家神道というのが重なるんですね。で、じゃあ、それは、小泉が靖国に参加して、ああ、神道じゃないか。もう、これもその通りなんですね。ということで、重なる。この辺が言葉の取り組みになって、相当これは、やっぱり慎重に、比較する必要があった。どうか。確かにそれが重要なんですけど、片一方で、同じような議論で、そのいわゆるイスラム過激派のテロリズム、あれはイスラムじゃないという議論があるんですが、しかしそれが言ってたらですね、議論にならないか、やっぱり実体としてのイスラム、実体としての神道、実体としてのキリスト教というものをこう問題にするわけですね。そのやはり非常に問題がある、例えば原理主義的なこのイスラム、あるいはキリスト教であっても、それがキリスト教であり、イスラムであるということを認めないと。しかし、それだと、神社、鎮守のお社が行われるお祭りが行われてますでしょ。実態として、今行われている祭りの、ね、神道ということにできないんですか。そうですよ。そして、この鎮守の祭りとして行われているものは、国家神道と関わりないというのも、いや、もちろんそうです。それはよくわかってます。しかし、国家神道は神道ではない。あるいは、あれは神道、うん、いや、それよりその前にある、いわゆる神社の祭りということは、神道ではないというふうに言えますか。いや、言えない。それはもう定義の問題だと思うんですね。うん、定義の問題って、実態の問題じゃないですか、これはね。定義はいくらでも解明でよろしいと思うんですが、実態の問題として、日本人の生き方がそこで大きく変えられちゃってるわけですね。で、このことはやっぱり、少し私の先祖がクリスチャンでしたから、その浄土真宗から一気にキリスト教の問題になって大津川のところがご先祖がいるぐらいですから、よくその辺のことが分かってますけども、で、まあ、父親の世代が民族の人でしたっていう、そういう機敏な一族ですけどこれなんか見ててもその明治以後の日本のキリスト教というのが日本のその固有の文化というものに対して、もうちょっとちゃんとした理解があって欲しかったなと思うことがいっぱいあるんです。本当だと思いますね。それでは中澤さんに対する質問、最後に一つ。はい、それでは。特にですね、そのキリスト教の三一の理は
そのイスラムのタウヒードに関してのですね、その対立神教的解釈というんでしょうか、一神教の中に取り込まれて多神教として解釈するっていう解釈の仕方は、小原さんがちょっと文句をつけてたけど、僕らのキリスト教ではそれは当然なんですから、その対立神教的な解釈で僕はいいと思うんですね。でそこで一つ問題になってくるのが、もしそういうふうに考えるとすればですよ、一神教と多神教の軸が問題ではないと。でおよそ考えられる限りの変宗教なり、グローバル宗教なり、世界宗教がですね、対立神教、対立多神教と一神教の要素があるとするとですね、その先ほど森先生もちょっとおっしゃってましたけれども、今日のグローバリズムと宗教との関係を今度は議論するときの軸はどこにあるのかというところでですね、そのグローバリズムはやはり一つの普遍主義ではありません。ユニバーサリズムですよね。で多神教と一神教を両方持っているのは人間の普遍的な行動とすればですよ、その普遍的な構造から出てきたものが、ユニバーサリズムとか普通は考えられるわけけれども、そこにやはり一線があると、つまり対立の軸があると中澤さんはおっしゃってたんですね。そこがですね、見えるようで見えないっていう、すごいちょっと閣下そういうような感があるんですけどね。それこそ時間が欲しいところで、問題はやはりそのシステムの問題なんだと思います。で、ローマ世界っていうのが、東方世界で分離したときに一番やっぱり発掘の人を出したのはシステムを作れる、そしてその作ったシステムを恐怖に打ち固めるための数学、技術、天文学、こういうシステムを結集したっていうのが非常に重大な意味を持っているんですね。で、なぜ東欧とロシアはああいう形になったのか。で、常に、つい先ほどまで西ヨーロッパと対立対策、これは別に社会主義の問題と関係ないんですね。これは、東ロシア社会というのはシステムを作ることを拒絶していた、キリスト教の形を意識的に選んだ。これはドストエフスキーの小説なんかにもはっきり書いてあるわけですよ。ところが西洋型のキリスト教という特にローマで、発達したものというのはこの科学技術、数学ですね、算術の問題、それから計算法、それからもっと大きいものですね、複式簿記法というのが重大だと思います。で、複式簿記法が今度キリスト教がローマに定着するって発達することと同じくらいの時期に発達していて、三位一体自体を神学的な問題としてとどめてるんじゃなくて、これをシステムとして社会全体に波及し、そしてこれを強固なシステムに作れる、その原因は何かということが非常に大きな問題になってくるんですよね。ですから、神教とか神教という問題ですけども、むしろ本日起こっている問題はこのシステムの問題、そして世界に今波及しているグローバルの西洋のシステムという問題、その根源の、ね、最初に西洋のシステムを作り出したのは三位一体ですから、その問題から、あとなぜ彼らが三位と発達させることができたのか、こういう問題を複雑に考えていく必要があるのではないかと思います、ね。そうしてみると、宗教の問題、経済の問題というのは本当に一筋縄ではいかないように見えますが、今日のグローバリズム、モンゴルの行ったグローバリズムと違う、イスラムが行ったグローバリズムと違う、キリスト教、西洋型キリスト教グローバリズムにとっては、システムというのは非常に重要なことだと考えます。かゆいところに、いえいえ、なんだったら、それに対しての意見、一言だけ。どうぞ、マイク。中田さんご存じだと思いますけど、私はつまりキリスト教のそのシステムをですね、数学的に表現するのが仕事ですから、そのいや、それでそのように言われるとますます疑問が膨らんでくるわけですけれども、つまり僕の感じではですね、その一神教多神教の軸というのは全ての宗教になってですね、それが共通で普遍的なことで、それを今おっしゃったようにですね、
解析的なシステムに表現できるのか、これ普遍性だと思ってるんですね。で、今の中田さんの話だと、その普遍性がどうやら問題なんだっていうふうにちょっと聞こえたのでですね、そこは非常に興味もあるし、たった総量というよりももうちょっと聞きたいなというふうに感じですけどね。人類に違う普遍性があると考えて、人類の知性に算術、数学のような形で結集していくものとは違う普遍性があると思ってます。いや、それはまあ言われてますけど。はい、残念ながら時間になりました。確かにですね、今世界の一神教は問題であると思います。というのは、そういうそれぞれの宗教の中にある一神教的なものというものを認めることができないような一神教になっているような事実であって、これを原理主義という業界が多いわけです。それに対して、日本からの発言というのは非常にやはり意味があると思います。ただここで問題は、西洋のその一神教が持っている問題を変化させていくのに、日本からどのように発信するのか、どういう戦略で相手を変えるのかということですね。そこが非常に問題であって、そのことは今後の課題としてですね、残したいと思います。少なくともその戦略のために発信用の日本であるということは出発点にならないだろうということが、今日のの理解ね、そうです ね、 ね、これは私の通り、私どこに、が、逆に政策的に一神教と呼ばれてきたもの、写真教と呼ばれてきたものの本音といったものをここに立脚しない限り、日本から発信というのは、力を持たないであり、おそらくヨーロッパ人にとって写真教と呼ばれてきたとしても、これはアニメの例え、物の奇跡が流行ったとしても別の話なんですね。でこれは対立する日本人が今日の問題に真実発言していくための土台はそこにはない。本当にどうもありがとうございました。充実した今日の